全国の徳部さん、こんばんは。深夜の放送部、タックです。タック TV の実写チャンネルということで、今夜もどうぞよろしくお願いします。さあ、今夜のパーソナリティ紹介します。ガンジ横須賀さんです。はい、どうもよろしくお願いいたします。アシスタントのガンジ横須賀でございます。お願いします。はい、よろしくお願いします。どこ開いてません？うん、ベタについてきたんじゃないでしょうか。いや、ついてない。知らない人が横にいます。どこがちょっとびっくりしたんじゃないですか。そうですね、さあやるぞ感がちょっと強かった、強かったですね、ちょっと、はい、まあ、気合十分ということで、はい、ありがとうございます。もうね、さあ、もう4月下旬と、下旬でございますよ。もう1年が4分の1が終わろうとしてるわけですかね。もう早いでございます。3分の1ですか。そんな感じですね、ですね、もうね、もう3分の1終わろうとしてますけど、あっという間ですね、うん、年末まで、うん、もう気が早いですね。気がついたらじゃないですか、はい、だってちょっと前までなんか正月の特番みたいな見てた、まあ、見てましたもう、印象ですけど、そうそうそう、もう気がついたら4月。どうでした？いや、今年1年もう3分の1、3分の1過ぎて、はい、まだね、正直なこと言っちゃうと、はい、正月ボケが抜けてないところもあるっちゃある。そんなわけないでしょ。みんな動いてんだみたいな感じではあるんですよ。みんな忙しくなってきたなみたいな。なるほど。あんだけ静かだったら静かになるじゃん、この、まあ、正月ってのはそうですね、お店も全部閉まりますし、ね、ゴーストタウンみたいな感じになるじゃないですか。なのにまだ抜けてない。抜けてない。一人だけじゃないですか、正月だけが抜けてない。4ヶ月以上経つのに見たことがないんですけど、ね、あ、本当見てください。では、活動的にはどうでした？活動的には、まあ、1年始まって、うん、1年始まってね、まあ、今に至るまで、要するに、まあ、去年ちょっと僕炎上して1人になったんですよね。2人でやってたのが1人になって、あれ、ガンジさんが炎上したんでしたっけ？僕ではないんですけど、その相方がパクったパクらないみたいな話でね、でそれのやり取りがまずくて炎上みたいなのをしたんですよ。そうですね、そこでなんかこういろんな意見がありますが、全部突っ放げて、ポゼですみたいな。炎上してんのに、私はポゼで行かせていただきますみたいな、わけわかんない。わけわかんない。誰も知らねえんだよっつって。そしてね、向こうが怒っちゃって、てめえ、こっちは怒ってんの、なんだそのやり取りはなっつって。その態度どうにかなんねえ。どうにかなんねえのかっつって、やばい、非常識なやつがやってるっていうことになっちゃって、本当に一人になったんですよ。はい、はい。だからそっからですよね、大変というか、全部一人でやんないといけない。ああ、やっぱ大変でした。大変大変。やっと落ち着いたみたいな感じです。だからそのタックちゃんとかもさ、はい、この声かけいただいてさ、はい、とかで、ようやく軌道に乗ってるんじゃないでしょうか。ああ、といういいですね、はい、はい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 、はい、僕の3分の1は、うん、結構やっぱイベント多かったなって印象です、ね、結構やってるよね。今年入ってからがもう、去年はイベントの年にしようと思って、うんうん、でその名残が4月まであったんですよね、うんうん、でそれがもう結構綺麗さっぱりというか、うんうんうん、大体落ち着いたので、今ちょっとじゃあこれに専念できると。そうです、その自分のチャンネルとかね、これイベントでも言ったんですけど、うん、もう最後に詰め込んでたんで、うん、なんかちょっと事情があって大阪に行かないといけない日、はい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 、大阪行って帰ってきて次の日、はい、朝2時半で栃木行ったんですよ、うん、で朝2時半2時半に起きて、うん、栃木に行ったんですよ、うん、で帰ってきて大阪でイベントがあったんですよ、うん、でそれが終わって帰ってきて北海道でイベントがあったんですよ。やってた最近帰ってきて今日なんですよ、うん、次の日。でどういうモチベーションで生きてんだそれ。いや、もうな、な、今こう振り返ればあっという間だったなと思うんですけど、ああああ、やっぱしんどくて、しんどいよね。一番きつかったのが大阪終わりの朝、うん、ホテルチェックアウトする前起きたら、うん、あの立ち上がると、うん、焦点が合わないんですよ、目の。いや、あれ、なんだそれ、怖いじゃないですか。怖いぞそれ、ムニエル病みたいになってんじゃんそれ。ムニエルな、ムニエルって小麦粉まぶした白身魚でしょ。どんな病気だよそれ。耳がいい、頭が悪い。なんだこれってなって、やばい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 。でコンタクトをつけるんですよね、はい、朝起きて。つけても、はい、視力が戻んないんですよ。え、焦点が合わない、ぼやける、二重に三重に見えるんですよ。もうやばいじゃん。だからすぐにマネージャーというか一緒に同行してた人に言って、はいはい、次の日北海道だったんで、はい、もう一応その病院にも連絡して、はい、で眼科にこういう症状ですって言ったら、もうすぐ来てくださいと、うん、東京戻ってきてすぐ眼科行ってきたんですよ、うん、で眼科行って結構深刻な感じの可能性があるから、今日長くなるかもしれないからってことを言われてて、マジすか。だから北海道も多分無理かもなっていう雰囲気になってたんですよ、はいはいはい、その間もちろん見えないですし、はい、で特に左が見えないってなってて、うん、で検査したんですよ、うん、であの看護師さんがその目の検査してくれたんですけど、うんうんうん、僕の顔じーっと見るんですよ、うんうん、こうやって、うん、で一言、うん、右にコンタクト2枚ついてますおい、それけんじゃないよ。おでしょ。バカ野郎、それはまずいよタックさん、本当に。いよいよ右に2枚入ってますから、うん、視界が合わないわけですよ、はいはい、
と左が通常の悪さなのに、うん、なぜか左が悪くなったと思い込んじゃうんですよね人って。あ、右が通常で良くなっちゃってるから。じゃあその30代後半ぐらいのジョイさんがね、はい、あのケンさんの時は見てくれたんですけど、はい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 、まあ、一応つけっぱなしにしてたから検査してくださいみたいに言われて、うんうんうん、でしてくれたのがその30代後半のドクター、はい、ジョイさんだったんですよ、はい、美魔女みたいな、うん、すいませんってこう優先見てもらったのにこんなことでみたいな感じで言って、うん、あ大丈夫ですよっつって、うん、で僕立ち上がって振り返ったら、うん、僕の肩をなんかこうマッサージみたいな、何それこうしながら、でも疲れてたってことには変わりないんじゃないかなみたいな、あもうめっちゃいいかっこいい頑張ってみたいな、若いんだからみたいな、ほうめっちゃかっこいいなって、かっこいいな、あそうだそうだっつって、うん、あのコンタクトレンズ新しい2枚くれて、あのさっき外しちゃったからこれもうただでいいからこれつけて帰りなさいみたいな、でうわ嬉しいと思って、なんか人あったかいなと思って、うん、こんなわけわかんないやつをそこまでしてくれて、うん、でほんすいませんありがとうございますっつって、どこでつけたらいいですかっつったら、あさっき外したとこでって言われて、うん、でその外したところがちょっとなんか受信室から入った先にある暗いとこだったんですよ、はい、で洗面台がなんか 2,3 個あってみたいな、はいはいはい、でそこまでもう一人とぼとぼ行ってて全然人いなくても、はい、ほぼいない、うん、曲がった先に洗面台あるんですけど、うん、曲がったらなんか洗面台の奥に棚があって、なんか多分薬品とかなんかいろいろ置いてある棚なんですよ、うんうんうん、そこを看護師さんがね、なんかこう整理みたいにしてたんですよ、はい、手伸ばして、はいはいはい、でその後ろをもうぴったりくっつく形で、うん、あの男性ドクターがもう密着した状態で、なんでやねん、一緒にこうやって棚いじってたんですよ、でうわっと思って、うん、うわ病院内のそういうやつだ、そういうやつだと、で僕もあっってなっちゃって、それに2人ともビクッと気づいて、おう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 、もうすぐバッみたいな、こう、おうおう違う違うね、もう見られたみたいななっちゃって、うん、で僕それ見てなんでこれ言わなかったんだろうっていうのがあって、曲聴いてくださいよ、はい、お前ら、うん、俺の視力 0.01 になってる時にお前らも 0.01 かい、相模オリジナルやんけってなんで言わなかったんだろう出てこねえよ一瞬じゃ一瞬で出てきたらもう大天才だよお前それ、スパーン出てて、うん、多分ドクターは医学部出てますから頭いいですよ、いや生だよって来ると思って今の俺もだよってこうそのラリーが生まれてたのになっていうこの後悔いや面白いですね、日常のエピソードが、ただでさえすごく疲れてたのに、すごいすごいですね、もう2時間あ眼科で眼科ね、はい、で大丈夫ですか今、あもう僕勝手です、全然大丈夫全然大丈夫ですか、そうだからそのイベントの合間がガンジさんになってますから、ね、ああそう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 、だからちょうどいいんじゃない、俺ぐらいのやつがちょうどいい、確かそれはあると思います、うん、もうめっちゃ抜けますもん、なんか、うん、何の準備もしなくていいというかねそのいいものが多分それるだろう、そうでしょ、そう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 、やっぱ他のとってやっぱ怖いので、うんうん、怖いが正解みたいなのあるじゃん、そう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 、なんかいやあれは怖すぎますよね、うん、むずいもう怖いってこれこそむずいっすよね本当にだから僕のいやいやむずい境地になってきた、そうもう、はい、ここはっきり言っておきたいことが、あ、はいはい、もう何回も言ってるのに、はい、まだその理解してくださってない方多いというか、共演者の方でも、うん、僕幽霊を100信じてないんですよね、そうだろうな、いずれ科学で証明できるからって言ってるよな、ずっと言ってるじゃないですか、はいはい、でもなんかそう言ってるのに、うん、なんか 100% 幽霊いますの体で進む階段とかのイベント多いじゃないですか、そうだね、和芸の世界だなと思ってるよ、 もはや、あ、うん、それをなんか嘘だなと思わせない技術というかさ、うん、うん、確かに、うん、だから嘘つき大会みたいになってるところだね、止めよう一回そういうことでしょ、これなんでいるのこれおい沢村さんなんでいるのそしたらもう出来上がってるなこれもう4日もうずっとイベント続きだったからこれはとある女性の話なんですけどね、うん、これ僕エンタメだと思うんですよね、うん、なるほど、このそれエンタメだと思う、そうです、これは、はい、とある場所の心霊スポットで噂になってることなんですけど、はい、から階段の話が始まったら、うん、うわー何それ面白いってなれると思うんですよ、はい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 、でもなんかこれ実は僕私が体験したことなんですけどって言うと、はい、もう嘘になっちゃいません、これはもう分かれると思う、それはだから実体験話した方が多分すごくいいネタだなって思われがちだから、あそうなんですよ、でも、うん、実体験は嘘ついちゃダメじゃないですか、うん、絶対ダメ、漏れのはいいと思います、うん、ちょっと多少ねこのストーリー的にはそうですそうです、うんうんうん、でも実体験って言いつつ、うん、フィクションの話をしちゃうと、うん、大嘘つきです、そうそうなんですよ、うん、だから噂とか都市伝説っていうのは、うん、どこかで広まって肉付けされてたものを話すからエンタメになる、エンタメです、それが嘘か本当かなんか関係ない、もう関係ない、信じるか信じないかあなた次第なんです、そうなんです、そうなんですよ、でも実体験って言われたらもうただの嘘じゃないですかもう
それは分からないけどなそこはな受け手の感じではあるとは思うんだけど、そうですかね、うん、まあ、タクちゃんぐらいの人がいないとやっぱダメだと思いますよ。いやなんか切り込んでいくっていうかさ、いやだからそれが好きな人見ると思うんですけど、僕はちょっと苦手で、分かるよ、うん、実体験で、話し始めてあまりにもフィクションすぎるような内容だとついていけないんですよ。どういうことそれ。やっぱりそのそこで大事なのがやっぱさ、タクちゃんやっぱなんかユーモアだってするわけじゃないですか。はいはいはい。それだとこう本当っぽくなるし、なんか許せるというか。そうそうそう。本当っぽくなってめっちゃ不安になる人ってやっぱいるじゃないですか。うん、なあそれしちゃうから。よくないぞっていう、やってること霊感商法だぞっていう、そうなんです、やめとけよってなるんですけどね、うんうん、そこを平気でしちゃう、うん、そういう風にしてったやつがいるわけ、いるんです絶対。食い止めたい。なんかね、答えを知ってるかのような感じですけどもね、次行こうか、行きますか、本題の方に。そうですね、本題までがまだ行けてないですからね。、はい、すいません、まあ、そんな今日はですね、はい、ちびこわというところで、ちびこわです、はい、これ初耳のこのワードでございます。ちびこわ、これはどういうことですかこれ。自分がちびの時に体験したちょっと怖い話。めちゃくちゃいいじゃないですか、はい、ちっちゃい頃の方が体験ありますよね。体験あるよ、なんか変なの、あれ何だったんだろうみたいな、ある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 、ありますよね、うん、僕一番怖かったのは、住んでた裏に畑、田んぼがガーってこうあったんですけど、うん、そこになんか道具を収納するような細いロッカーみたいな、うん、木で作ってあるやつがあって、はい、バーンって見たら、うん、見たことないぐらいでかいハンマー置いてあったの、こう持つタイプ、怖っ、木の怖え、なんだそれ、農業でそれ使うみたいな。ハンマーでしょ、だってハンマーさんも、カンマじゃなくて木槌、もう全てのスケールがテキサスチェーンソーサイズのなんか武具がぶっしり置いてあった時はゾッとしました。怖いね、あれちっちゃいながらめちゃめちゃ怖いね、何これってなっちゃいました。だからそれが要は小さかったからでかく見えてたのかもしれないしね。それもあると思います。そういう感じな。それありますよね。あるよな。だから俺も竹やぶがあってさ、あの近くに、はい、でそこはあのなんかこう散歩するとかこうちょっと夕方あたりかな、はい、散歩してるっていう習慣があったんだけど、その時にシャン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 ってなんか鈴の音が聞こえるなと思って、その竹やぶの中からよ、おで、どん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 なんかね外の方に近づいてくんだみたいな、はい、よくある階段のパターンじゃないけど、はい、シャン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 って言ったら、ただのジジイがシャンシャンって言ってるだけみたいな。これよくないぞ。よくないぞ。いや、これ本当なんだよ、本当。これ本当なんだよ。意味がわからない。シャンシャンシャンってシャンシャンジジイです、だから。そう。鈴の音をこう、熊よけで疑似してたってことですかね。いやだから勘違いしてたんでしょうね。勘違いなのかな。勘違い考察するとそうなんだけど、でも熊なんか出るとこじゃないから。そうなんだ。ただの竹やぶっていうか、ちょっとした森。まあ、そんな。ちびこは。ちびこは。どんだけ広がっちゃうの。すいませんね、幼少期のね、幼少期の、はい、強烈、一番怖かったのなんですか、ちっちゃい印象に残ってるのは、俺無遊病になってたっていうのを親から聞いてたんですよ。ほうほうほう。その小学校の時、いつの間にか風呂に入っちゃってるみたいな、服着たままパジャマのまま、そうで、なんかこうお前がなんかブツブツその風呂場の前でなんか言ってるみたいな、母ちゃんが言ってて、いやそんなの俺分かってない、でその都度連れてったみたいな、寝床にね。でもなんか夜中になるとどっか行っちゃうんだみたいな、でとうとう風呂入るようになっちゃってみたいな、そうパジャマのままで、その日は俺は寝てて、親は帰りが遅かったんですよね、11時ぐらいにこう、あっ正義っつって、こう何やったお前バカ野郎パーンっつってなってって、俺風呂入ってるのかって、本当にもうあれはびっくりしたっていうのはありました、ね、なんでそうなったんだみたいな、だから、うん、まあ、寝ぼけて結構移動したりとか喋ったりする人ってたまにいますもん、ちっちゃい子で。そうだからそれの感じだったらしいですよね、うん、そうなんかね、今日急に治ったんですか、やっぱ治ったっていうか、もうそれっきりなくなったけど、多分原因がこれちょっと階段地味ちゃうんだけど、うん、ボロボロで家がね、うん、で解体して新しい家にしようっていう話になって、解体したらそのお風呂場の下に井戸があったんですよ、井戸、古井戸、もうこんなもう土がこんもりこうなっちゃって、はい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 、明らかに井戸なんですけど、なんだこらーみたいになって、なんかもしかしたらこの井戸からなんかそういう呼び込まれちゃないけど、井戸に呼び寄せられた、呼び寄せられてたんだよ。でも風呂あるから、そう風呂あるから、ね、井戸入れないから、井戸入れねえから、だから俺はもうずっと入ろうとしてね、井戸にこうやって一人で。なんだこの話、サダコファイブ。じゃあそんな、いやいやいや、ちびこわがね、みんなの幼少期の体験を聞いていこうかなと。ありがとうございます。お、現役 DK、 あらタロップさん、小学生の頃お庭にいた大きな青虫を育てて蝶になるのを楽しみにしていたら、でっかい奇抜な柄のガになったこと。
綺麗なね虫ほどね毒があるじゃないけど、うん、確かにこの蝶々だとさなぎの段階じゃあんま見分けつかないですからね。はい、確かに確かに怖いですねこれね。幼少期ありがちっちゃありがちかもしれない。レンちゃんさん、はい、ゴキブリが飛ぶということを初めて知った。うわこれはね、これ怖い、俺はやだねこれ。わかるよ、だってゴキブリ自身も、はい、飛べるってこと知らないって話があるんですよ。あそう、なんかゴキブリのなんか体格からスピードとかってありえないらしくて、すごいらしい、とんでもないぐらい運動神経を あのサイズだとすごいらしいよね。そう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 、脳の容量からして、うん、意図的になんかゴキブリの視界みたいなのが研究進んでて、うん、サーモグラフィーみたいになってるらしいんですよ、うん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 、でそれ以外にも家族4人いるとするじゃないですか、はいはい、ゴキブリ出るじゃないですか、はい、でわーってみんなびっくりするじゃないですか、びっくりする、その中で一番ビビってる人を瞬時に判断できるらしいんですよ。体温の上がり方とか脈とかゴキちゃん心拍とかを感知できるみたいな、で一番ビビってる人のところにゴキブリ来るらしい、生き残るために。そうなんだ、この世から全ての生き物がなくなってもゴキブリだけは生き残るって言いますよね。ゴキブリがやばいってなった時に初めて自分に羽があることを知るんですって。バッて落ちるじゃないですか。面白い話だねそれ。壁にゴキブリって新聞とかでバーンってやったら、うん、ファッてなるじゃないですか、あの瞬間に、うん、ブワッ食べんだみたいな、俺飛べないって言われましたこんな能力あったんかみたいな、なかなか飛んでるやつはいないからね。そうですよ、いやこれはちょっと勉強になりましたねこれね。それは初耳だわこれ。ゴキブリって頭ぶった切るじゃないですか。ぶった切る頭を、うん、そしたら1週間は生き延びるらしいんですよ。ぶった切っても頭ぶった切っても嘘やん、普通通りに生きるらしいんですよ。本当に、でどうやって死ぬと思います。どうやって死ぬ、1週間後、1週間後こう頭ぶった切って、うん、まあ普通に老衰とかもう頭ないから、頭ないから、うんうん、栄養取れないもんだって。あそう、餓死するんですよ、食えないから。ああ、だから栄養さえ与え続けることができれば頭なくても生きてるんですよどういうこと意味が分からないですよあいつさすがですね、もう人類より長いもんね。 あ、 そうですね、あの人のバカの百個覚えさんです、ありがとうございます。小学生の頃、自分の部屋がなく2階の寝室で祖母と一緒に寝ていたが、ある夜外から庭の砂利を踏む音が繰り返し聞こえていた。誰かが家の周りを歩き回っている。祖母は怖がらせまいと思ったのか、お母さんだよと言っていたが、深夜に母がそんなことするはずもなく覚えていた。配達員の可能性もあるが、その忙しさに似つかわしくないゆっくり一定のリズムで歩く足音だったので、未だに正体は分かっていない。まあ人かもね。そうだね、最悪人かもね。最悪人かもね分かんないですよね分かんないなこれは、謎だなこれは。確かに、でもやっぱ家の周りで不審な人っていうのはやっぱ怖いですよね。家の周りでいるのだけはちょっと勘弁ほしいね、うん、見た目特徴的な人が嫌っすもんね。嫌だ、うん、タックちゃんの地元は修羅の国だっけ、はい、いやもうだから全員おかしいんじゃないかなみたいな思っちゃう偏見だけどこれやっぱ関東って東京っておかしな人も集まるみたいな話いっぱいあるじゃないですか、はい、いやめっちゃ平和ですよ意外と。めちゃくちゃ平和ですやっぱ。やっぱ福岡って治安はちょっとやっぱ悪いんだなって感じますね。ああ電車一本に一人は絶対いるレベルでいます、マジで。もう絶対います、何しようこいつみたいなもうなんあいつ何みたいな人は絶対いますね。なんかいある、なんかもうそん中でもやばい、なんかこん何してんだこいつみたいな。うわ、だからああどっかで話したんですけど、電車の中でペロペロキャンディを舐めるおっさんいるんですよ、うん、アニメとか出てくるペロペロキャンディぐるーって巻いてるやつだろ。そうそうそう、巻きペロみたいな。そうそう、あれを、うん、だからもう電車の中ずっと舐めてるんですよ。でめっちゃ気持ち悪くてうまそうには見えないというか、はいはいはい、ちっちゃい子が持ってるから可愛いというか、あおっさんがうわーってやったらもうナイフっすよ持ってるの。ほんとそうだな。でその人そういう噂は もちろんあったんですよ、ペロペロキャンディーなめるおっさんみたいな。で僕初めて遭遇して、でその時なんで気づいたかって、女子高校生の悲鳴聞こえたんですよ電車だから。おいやいやいややだーみたいな、うん、でその声のとこ僕も野獣まで電車の中ですから、はいはい、パッてパッて見たら、うん、女子高生の頭にペロペロキャンディー乗ってたんですよ。だからそのおっさんが舐めて、その時に僕うわあれペロペロキャンディーのおっさんって分かったんですけど女子高校生の頭に乗せてる、乗せてんだ。そうこう多分紙とキャンディーがこうもう砂糖でそう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 ブワッと絡まっちゃって、砂糖水でそうそうそう、だからもうすぐなんか駅員の人次の駅でブワッ来てみたいな、女子高生ずっと泣いててみたいな。泣くよそれ、何してんだこいつみたいな
だかさ変だな、変な人いるね。変な人したよ。いやティッシュ食うおっさんね。ティッシュ食うおっさん、はいはい、なんかでかい坂あるんですけど、坂下った先になんかボロボロの一軒平屋なんですけど、はいはいはい、あるんですけど、その道路側に面した窓が半分ぐらい開いてるんですよ、うん、そこをずっと眺めてるスキンヘッドのおっさんいるんですよ、うん、怖いね。でそのおっさん、うん、なんかずっとこうおつまみたいに食べてて、うんうんうん、でそれがティッシュなんですよ、うん、ティッシュの箱からティッシュを一枚取って、うん、怖っ。それをもう四六時ずっと外見ながらやってるんですよ。こう外見ながら、外見ながら、まあ、いつでも見に行きますからあの坂下るといるんで、窓開いてるんで、まず外見ながらこう、そ何をやってる人なんだとも思うしな。うそういうのな、地域に10人ぐらいいたんですよ。もうなんだか謎な人っていうね。でもこう東京来てみるとそういう人なかなかいないというか、まあめったに会わないかな、ね、まあ、隠れ変人っていうのはいっぱいいるけど、そう、表立ってはいないかもしれない。ないですないです。だそういうのがいっぱいいましたね。はあ、面白いですね。ちょうどかったですね。重かったですね。あ、いました地元変な人。地元はだから茨城だから、うん、もう変な人だらけっていうかさ、まああのやっぱりそのよく話すけど、やっぱ上裸ババアであの電信柱におっぱい叩きつけるババアっていうのはあれやっぱ印象的なんだけど、あとなんだかあのなんなんて言ってたっけ、上裸ババアに近寄ってて、ああ上裸ババアに近寄ってて、チートパイ超でなのーって言うんですよ。なんだそれと、はい、意味が分かんないですもん、ね、意味分かんないでしょ。チートパちょっとおっぱい欲しいのかいってことなの。向こうの方言だと妖怪ですよ。もうめちゃくちゃ気持ち悪いです。本当にまあそんなのあったりね、じゃんけんジジイといたんですよ。じゃんけんに勝つとあの飴玉をくれるんだけど、はい、負けると自分の舐めてる飴玉をここにポーンとぶつけられるって、ポーンみたいな、負けるとね、そのなんかこうもらうか当てられるかのデスゲーム。ペロペロキャンディー男のいとことかじゃないですか、うん、飴の雨縛り、まさかの、まさかのこと繋がってくるね。あとオートバイのおっさんっていて、オートバイって言うと足をバーンって地面に叩きつけるんですよ。自分のどんなところからでもオートバイって言うとバーンって叩きつけるやついて、でなんだその感じ。この話をメインチャンネルで言ったんですよ。はい、そしたらまだいますよみたいな。オートバイのおっさんがいるって。まだいます。おーすごいね。まだ健在らしいですよ。まだ生きてるか。そうか、うわー、オートバイって言うとバーンつるっていうのをおっちゃんはいましたね。何でも飛び込んじゃう人はいた。でも何でも飛び込んじゃう、うん、なんかゴーって言うともう見てもないですドーンと飛び込んじゃう人はいたけど、ゴーすぐ躊躇なくね、もうミニ四駆みたいな、もう躊躇なくいっちゃうみたいな。すげえスピードで、もう40分くらい経ってるから、もうもっとコンスタントにいきましょう。ミナトさんですね。ありがとうございます。ミナトさん、小学校低学年の時、はい、クモに通っていました、ね、はい、母が来るのを待っていると友達から迎えが来ると言われて玄関に行くが、知らない2人組がそこにいて、母に頼まれたから一緒に帰ろうと言われたが、知らない人についていくなとしつこく言われていたのでそれを拒否しました。その10分後母が迎えに来た。母に誰か知らない人たちが迎えに来たけど頼んだと聞いたが誰にも頼んでいないと言われた時冷や汗をかいた。この時教えを忠実に守ってよかったなと思った。誘拐ですよね。ただこういう塾っていうのはこう低学年用の塾って絶対ちっちゃい子がいるじゃないですか、はい、そこ狙ってくる、狙いやすいよね、いるかもしれないですよね。絶対分かってるんですよ、その行動パターンとか。全然関係ないですけど、最近もなんかクモンを作ったのか分かんないですけど、なんかクモンとかを作ったのに関係してるハーフの人、うんうん、何人かはちょっと忘れましたけど、うん、が寿司屋の隣にいて、寿司屋の隣にいた、寿司屋のカウンター席の隣に、ああ、なるほど、うん、で僕が熱弁してたことがあって、それがなんか交差点でコーヒーを売ろうみたいな、うん、交差点にビール乗り込みたいな感じでコーヒーを作れば、はい、新橋にその可愛い子を一人置いておけば、はい、1杯500円でもバカ売れするんじゃないかみたいな、あ、ビジネスこれ交差点コーヒーとかどうすかみたいな話をこう2人でしてたんです、はい、だそれを多分聞いてたんですよ、うん、でなんかこうアイコンタクトみたいにしてきてこうみたいな、うん、あ、お一人ですかみたいな、うん、でお互いのこと話したら、なんかクモンをなんかどうたらみたいな、今もそういうなんか語学のなんか勉強のやつやってるみたいな、授業でやっててみたいな、はい、でもう時間とお金余って仕方がないみたいな感じなんですって。へー、まあ、もう開発した人だったらそうなるよね。白 T シャツにもう本当なんかジーパン1個、はい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 、時計とか何もつけてないみたいな、うん、でも結構その人いいとこなんですよ、連れててもらったとこ、うん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 、でなんか毎週来てるみたいな、そうそうそう、でその人が、うん、なんか君がさっき言ってた交差点コーヒーすごく面白そうだね、面白そうみたいな聞いてたよ。いやだからビジネスの先見の明が多分ある人だから、そのやった方がいいよ、交差点コーヒー。確認したら交差点付近にそういうの置けなかったです。
こっちの元締めがいたりするからね。そもそもダメでしょ。ダメだった。勝手にやっちゃダメだった。危険。いや俺もだから桃を売ったりしてたことがあったのよ。勝手に。勝手にじゃないけど。お前か。勝手に種パクったやつお前違います違いますよ違うけど桃をほらあのよくあるじゃん7個で500円300円とかさ露天ですよね露天そう露天のあの軽トラのやつそうあれをバイトでやったことがあるんですよ、そういうあの求人もちゃんとあってね、でもやっぱり至る所でもうこっちが来てお前誰にお前許可取っとんねんみたいなあの戦いですよね、そう戦いながらもう追い込まれながらやっぱり警察の人とこの、こっちの人と戦いながら桃を売るってやって、でしかも5個あれ言っちゃって大丈夫かな5個300円の桃なんか最初からなくて、結局1000円で3つで1000円で売るみたいななるほどなるほどそう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 3つしたらこれぐらいになりますよそう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 、あじゃあ、その勝手に5個300円とかで売っちゃったら怒られるんですか怒られる、お前まとめて持って売れよみたいになるそう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 大変なんでございますね、はい、昔父親とお風呂に入ったら父親の金玉が3つあったの僕の話ですこれこれしかも間違えてますこれどういう話なんですかですこれ唯一お風呂入った時のこと1回だけ覚えてて、なんで覚えてるかっていうと、父親がバサーッと上がった時に、チッポ3本入ってたんですよ記憶では、3本3本えでこれをなんか動画でちょろっと言ったんですよ、いやみんな本当に信じてもらえないと思うんですけど、僕のその親父、チッポ3つあるんですよねみたいなそれそのコメント欄でいや多分玉がそう見えたんじゃないかみたいな玉がでかくてそうかそうかそうか3つにまあ分かれてる、ね、立ち上がった時だったから あそうかとやっぱちっちゃい頃のだからそのトラウマ、だから僕大人になったら生えてくると思ってましたもんちょっとだけああケルベルスみたいにそう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 、次第に3本になるんだとかでその時ちょうどあのアーノルド・シュワルツネッガー の、あの火星の話分かるあるなんかあのデロンデロンになっちゃうやつなあそうそうそう分かる分かる分かるあれが流行った時で あれなんか胸が3つある火星人みたいな出てきたじゃないいた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 だからそういうのもあると思ってたんです、僕勝手にすげえ怖かった記憶ありますね今大丈夫ね3つ生えてきてない、ないですないですね、生えてきてたら遺伝してるじゃないですかいやちょっと淡い思い出というか怖いけどね、親父が勘違いだったと思います、ね、おそらくね、はい、次行きますねゆうゆうさんありがとうございます。幼稚園ぐらいの時の話です。おじいちゃん子だった私はお風呂上がりは祖父に髪を拭いてもらったり服を着せてもらったりしていました。いつものようにお風呂上がりで今で服を着せてもらってると玄関に誰かが立っていました。私の実家は昔ながらの平屋の一軒家で今からはすぐに玄関を見ることができる間取りなのですぐに誰かがいることに気がつきました、30年経った今でも鮮明に覚えている風貌はボサボサの肩ぐらいまでの髪、そして白っぽいボロ切れをまとったような服装でぼーっと立ってるのです。髪は顔の前で垂れていて顔は確認できませんでした。そして私がそれを見てると両手を前に突き出して手招きをし始めました。子供だったため無邪気だった私は玄関を指さし祖父になあなあ誰かおいでって言ってるでと伝えました。祖父は玄関を見ながら誰もおらんというのです。いてるよおいでってしてると訴えるとおらん見るなといつも穏やかな祖父が強い口調で言い切りました。怖くなった私はそれ以上何も言わず祖父に抱きつきながらこっそり玄関を見るとそこには何もいなくなっていました、あれは何だったのか手招きに釣られていっていたらどうなっていたのか長文失礼しました、ということで、お化け屋お化け屋でこれ幽霊ですねこれお化け屋いやでもボサボサの髪ってはっきり見えてもんねなんかすごいだからこういうのを見える人は本当に羨ましいと思ってる俺は。確か霊感欲しいですよね。欲しい絶対あった方がいいですよね。絶対にあって損することはないと思ってる。でも霊感ある人たちって絶対見えない方がいいって言い切れません？まあだから疲れるっていうかねスイッチのオンオフの話をよく知ってるじゃないですか。絶対言いますよね、オフってるみたいなそんなことできんのかい、みたいなのも思ったりもするし。でもまあそれってお金稼いでますからね、絶対あった方がいいですよね。絶対で見えてる体験だってこう話してそれでイベントしたりとか動画で喋ってお金を稼げてるわけじゃないですか、でもなんかその人たちにやっぱり霊感ってあった方がいいですかねって聞いた時に絶対ない方がいいって言うじゃないですか、まあ、いなんでだろうと思うんですよね。あ多分こっちに来ちゃうのがこう嫌だっていうのもあるのかもしれないね。ああ競合がというか競合がまた増えちゃうみたいな分かんない。ああだから特殊能力じゃないですか霊感って。そうですよもうこれは才能ですよいわばじゃないですか、努力じゃどうしようもない。どうしようもない絶対霊感あった方が僕はいいと思うんですけどね。俺も思う。欲しいですよね。欲しい欲しい。だからそのためにもがくんですよやっぱり。見える人の階段は説得力があるみたいな、やっぱ思いがちなんで。確かに、はい、この人がそう言うだなみたいな。そう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 、ちょっとありますよね。そうそう、だって絶対見えてたらその横島ですけど
モテるじゃないですか、なんかモテるよ、なんか飲み会でも見て見てってあなたそう絶対一芸になってんだから、一芸になるじゃないですか、うん、そこも含めてやっぱ見た方がいいとは僕思うんですけどね、思う思う本当に思いますよ、はい、いやだからちょっとずるい面もあるけど、でもそれを説明する能力も必要だから、あー確かに、あー理解されるようにってことですよね、そう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 、確かめてみたいですけどね、いや本当にそうよ、うん、次じゃあ続きますね、ありがとうございます、神殿さん、神殿さんありがとうございます、幼少期 DS のレイトン教授シリーズが大好きだったのですが、懐かしいですよこれ、分からない問題があると父親にこれ解いてと代わりに解いてもらっていました、しかしある問題が大人の父でも解けなかったらしく、ぶち切れた父親に目の前で逆パカされました、え、うん、DS を反対側にバキーンですよ、なるほどなるほど、こいつ、うん、三姉妹兄弟解説に使った DS、はいはい、小学生はたかがゲームでぶち切れる父親にドン引き、なるほど、アンドびっくりして号泣、さすが九州男児超短期でしたねちなみに逆パカされた DS は彼女使えたので新しいものは買ってもらえませんでした、もらえませんでした、うわうわ怖いね、嫌ですね、まあ、ただうちが高校の時なんだけど、まあ部屋もさ本当に俺嘘じゃないんだけど2畳しかなかったの俺の部屋ってなんかほんとマジいやいやいやマジマジ、なんか歴史の人で3畳一まで過ごしてた人いるじゃないですか、なんかそこでいろんな人の相談を聞いてたみたいなそれ超える畳あるんだ2畳半ぐらいしかなくて、そこにまあクーラーとかもちゃんとあったんだけど、だからもうすぐガンガンすぐガンガンになっちゃうみたいな、そこに住んでて長渕剛が僕すごい好きでね、はい、そっからギターをちょっと始めたっていうのもあるんだけど、はい、ライブに行った時にそのステッカーをね公式で出してないステッカーバンバン貼ってて、はい、でギターもねちょっとあのガットギターみたいなの置いといて、はいはい、あったんですよこうやって、そしたら家帰ってきたら、まあ、あまりにも長渕に熱狂してるから、はい、親父がやばいと思ったんだろうね、だから家帰ったらもう部屋がもうめちゃくちゃにされてんのよ、もう本当に、もうギターの弦もあのブジェーって切られてるし、もうなんかそのなんかごめんなさいね長渕剛さんのファンいたら、うん、なんかもうもう切り刻んじゃってるステッカーもボロボロみたいな全部捨てろみたいな感じ全部捨てろみたいな、それ見た時になんか狂気を感じたんだよね、うわやっぱ覚えてますはっきり、覚えてる覚えてる、なんかもうなんか泥棒っつうかなんか変な人でも入ったんかなみたいな、あー、うん、トラウマになっちゃいますよねそれ、そう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 、だからこんな感じですよね、そうそうそう、ゲーム壊しすんのよくないですよね、だからもう親父にこれを俺も言おうと思ってさ、うん、何やってんだよと思ったけど、なんか母ちゃんは味方してくれると思ったら、うん、お父さんに謝りみたいなだけのおねやろボロボロに下げた挙句お父さんに謝りですなんかしたんじゃないですか気づいてないだけ、してないしてない、なんかしたんすね、まあただ遊びほうけてたってのはあるけどね、あーなるほど勉強もせず、あー、うん、でもそれにもう我慢の限界きた、限界きたっていう多分そうだと思うんですよね、理由としてはね、僕らももうトラウマで言うとやっぱ一番覚えてるのが、あの5月の子供の日、うん、子供の日に持ってるゲーム全部売られたことあるんですよ勝手に前日にあのお話がございますと、お、明日子供の日なんですけど、はい、あのちょっともう家お金がないから、うん、今あるこのゲームとかもらったやつとか、うん、もう全部売り行くみたいな、沢村沢村家沢村家持ってっていいかみたいな、どんだけの家なんですか僕ら泣きながらすごいな、結局さなんか親もなんか考えられなかったのかなと思う、日にちを伸ばすとかさ、あもうそれどころじゃなかったんでしょうね、だからそれ売らないとだから食うもんないですから食うもんないって、もうやっぱそういうのでやっぱ我慢強さっていうのはそういうところでやっぱ徐々に出てきますよね、まあそうだよ、そうこれやばい状況だもんだって、うん、やば聞いてるだけでやばかったっすね、そうかっていうね、確かに、ああいやいやありますわ熊八さんです、ありがとうございます、子供の頃お昼寝してると金縛りに遭い必死に南無阿弥陀仏と心の中唱えてると、耳側で男児のバカにしたような声で南無阿弥陀仏、そのことをうん十年ぶりに思い出し姉に言ったその日の夜、姉は夢の中で見知らぬ男児がニヤニヤ笑いながら絡んでくる夢を見た、目が覚めてもう鮮明に残る男児の声表情、男児が姉の腕を絡ませた腕の感触が残る、うん、姉が私に夢の内容を聞かせ、妹ちゃんが子供の頃に聞いた男児の声もしかしてこんな感じと聞いた、私は姉に男児の声の特徴を言ってないのに見事男児の声と特徴は一致していましたって思う、だ一時期ねなんかディスマンみたいな夢男あった、うん、入りましたよね、あれだから都市伝説なってるじゃないですか、なんかそうこれを見たら死ぬみたいな、そうなんかあれが夢の中で見たことある人の顔みたいなね、よく出てくる男性みたいなのがあって、うん、はい、特徴、そうそうそう、あれでみんな何人もいたみたいな話ですよね、うん、なんか作り話みたいな話もあるんですよ、はいはいはい、あれ実際、ああそうなんだ、あれも、うん、なんかもともと都市伝説にしやすいっちゃしやすいようなですよね、題材ではあるもんね、あれ言われたら確かになんかどっかで見たことあるなってなっちゃうみたいなのも、はいはいはい、心理的なのもあったみたいで、はい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 、なんか定期的に見る夢ってあります、なんか定期
劇的に見る夢か。マックスの奈々ちゃんとやってる夢とかだね。これマジで定期的に、これ高校からなんです。これ定期的にやってる。これね、マックスの奈々ちゃんってわかります？マックスはわかりますよ。ボーミーツカールですっけ。ボーミーツカールだったっけ。あ、違います。TRF。二人してバカだったね今ね。マックスの歌有名だろう。マックス、まあちょっと思い出す。女性ですよ。女性の集団です。あの安室奈美恵さんとかもいて、スーパーモンキーズって。あ、そうなの。最初ね。へえ、うん。そうなんです。そうなんです。あ、じゃあ安室奈美恵ちゃんと元々ウィズマックスみたいな。へえ、ウィズマックス。ウィズマックス。そう、アズマックスと間違えた。アズマックスです。それじゃあちょっと欲求がこう溜まってくるの絶対見るみたいな。溜まってると奈々ちゃんがやってくる。めちゃくちゃいいじゃないですか。でもこれはある。それが定期的に見る。めっちゃ良くないですか。それってめちゃくちゃいいよ。溜まると奈々ちゃん現れる。当時のね。ゆくゆく今聞くと気持ち悪いよ。よくよく聞くとなんか気持ち悪いよ。なんかそういうのあったりしますけどね。すげえ気持ち悪い。夢はね、幼少期というか小学校低学年くらいのこの話です、はい、体育の授業で追っかけっこ、かっこ確か体育館の壁と壁の間を追いかけ合い、反対側の壁にタッチできたらセーフになるというルールでした。押していた際勢い余って壁に激突、痛みと恥ずかしさでしばらく身もだえていましたが、血相を変えた先生がハンカチを持って駆け寄ってきました。でそこには血の海が、唇の下を3針縫いました。あららららね、大怪我したって。だから独特な、なんか遊びっていうかルールですよこれね。なんか周りよりこれ変な鬼ごっこ入ってましたね。そうなんですよ。なんか鬼ごっこに飽きてくると変な流行るんですよね。あ、まあまあそう、あの独自のね。そうそう、だから、うん、あの一個のコンテナを周りをくるくる回る、回るようにやって、鬼が反対側から来たせいで僕こう急ブレーキしたらそのまま滑って後頭部打ちつけてバチーンってやばいやつ。バーンだって、パッて目開けると、うん、視界が真っ暗で、うん、なんか光がチカ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 って、はい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 、あるね。まあ本当に人ってなんかひよこマークみたいな出るの、はい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 、ピヨ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 って、うん、出る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 。あれあながち間違いじゃないんだね。間違いじゃないよ、表現してんだよねあれね。そう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 、もう本当に星みたいになってる。そう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 、うん、あの気絶させるゲームとかあったでしょ。うわー、ありましたありました。やっぱあったか、タックさんのとこも壁にドーンって押し付けるのと、はい、あともう後ろからギュッと首絞めるみたいなありました、ね、なんかここらへん、あ、そう、こう一人が押さえつけて、うん、そう、ありましたありました。僕はやったこともやられたこともないですけど、すぐ禁止になったんで。な、うん、なるよなるよ。一人やってこう、いや、ほんとこうやって、いや本当なるんだよ。俺なったことあるからそれに、一瞬で。気持ちいいですか、あの時って。気持ちいいっていうか、もうあの記憶がないみたいな、生きてる感じがしないっていうかさ、飛ぶんですかやっぱ。飛ぶ、あれっつ、今どこにいんだこれみたいな感じで、みんなこう見下ろしてるみたいな感じで、それが怖いみたいな感じで。すごいすごい。あやとさん、幼稚園児の時家族と団地に住んでいたのですが、ある時父の部屋の天井から血のような液体がポタポタ垂れていました。なんだって。天井には赤いシミもできてしまい、気味悪がっておりました。原因を調べようと上の階のおじさんに何かこぼしたと質問したが、こぼしてもコンクリートだから染みないとのこと。あー、これ何だったんでしょう。血ってこと。そうすると血かな、サビじゃなくて。あ、確かサビじゃないですかねこれ。意外と多いですよね、サビ。あるじゃん、コンクリートにこうちょっと血みたいな。そうそうそう、サビがね、で雨漏りしてみたいな、うん、そのサビが滴るのが血に見えたみたいな、よくある。あー、あるじゃん、結構ありますよ、ね、うんうん、それじゃないのかな。解決解決。即解決解決。中学生の頃、うん、はい、部活帰りにゲリラ豪雨、はい、傘がなく濡れながら家に帰ってきた時、目の前が真っ白、フラッシュ以上に包まれたと思ったら、同時にドーンと音が鳴り、周りを見渡したら隣の塀の裏にある木が燃えていた。ほら、雷が落ちたらしい。うわ、それから雷恐怖症であった。怖いですね、これは。もうフラッシュになるらしくて、もう真っ白になるって言いますもん。前言ったと思うんですけど、それで僕の中学校の時の科学の先生、理科の先生は、その経験がきっかけで理科の先生になった人がいて。初めて聞きましたよ、これ。コンビニで立ち読みしてたらしいんですよ。はい。じゃあなんかコンビニってこう、立ち読みするとこって外じゃないですか、見えるところが。なんかと。で、こう見てこうやってたら、目の前がもう、シュッてこう、ふわってなったらしくて。はい。で、バーって雷が落ちてたらしくて。はい。それ見て、あ、科学って面白いみたいな、おい、すごい雷ってってなって、ああ理科の教師になりましたみたいな。すごいじゃないですか。そうそうそう、雷きっかけの割には短期で雷親父みたいになっちゃって、お前怖怖怖かったじゃん。怖い、すごいよね、笑い開いして滑りを全て。だから雷直撃したら致死率みたいなのがやっぱ9割超えてるんですよ。あ、直撃も 100% ではないんだ。でも100ではない、ただ90何%でした。確かにだって1億ボルトとかあるって言ってたよ、確か。雷やば、
いやそれはちょっと昔の知識だから分かんない、今どうだか分かりますよね、うん、一瞬で蘇生させればなんとか、だから心臓が止まるんですね、うん、意外と火傷しないんじゃなかったかな雷って確か、うんうんうん、そこまで火傷はない、意外と軽度で済むらしいんですけど、うん、心臓とか全部止まるんで、うん、バーンと撃たれた瞬間にもう人工蘇生をやればちょっと生存率上がるみたいな、うんうん、そうか、あ、じゃあ生き残れる可能性もあるんだな、ちょっとあるんですよ、雷でね、すごいですよあれ、直撃もやばいし、うん、僕にバーン落ちて、うん、そのから放電されたやつがガンジさんに当たるとするじゃないですか、はいはいはい、そしたら威力同じぐらいなんですよ、同じなんか軽減されねえんだされないです、やばやばいじゃん、バルバサーンってなったら2人ともバーンってなるよく多いのが終わりだろもう、木とかにバーッと落ちて落ちてますわ、木の周りにいた人がこうバチーンになるじゃないですか、 はいはいはい、だからあんまり軽減されてないですよ、はあ、そっか、海外とかほら髪が逆立って、うん、もう雷落ちてくるぞみたいになる時あるじゃないですか、静電気がブーンって、ああそっか、海外の雷低気圧かなんかで、うん、ハリケーンとか、ハリケーンなんかお前バカ野郎、あれ潮を巻き込むな竜巻な何言ってんだ、はい、塩を巻き込む竜巻塩って何？塩ね。あ、死ね。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 怖いよな。ハリケーン。うん、銀河統一、うん。ありがとうございます。小学生の遠足の帰り並んで歩いていた道中、うん、公園で中国憲法らしく動きの鍛錬をしているおじさんがいた。小学生にとっては珍しい動きだったのもあり、生徒の誰かがからかったらしく、それに気づいたおじさんが長い棒、棒術鍛錬用と思われるものを持ってこちらに走ってくれるのが、俺らクソガキどもがぶっ殺すぞこらと叫びながら棒を振り回し始めた。うん、棒は威嚇のためだったのか。幸いにも生徒に怪我人は出ず、はい、先生が主犯の生徒を連れたおじさんに謝罪し事なきを得たが、何もしてない自分たちの方へ向かってきたので、さすがに理不尽を感じて怖かったですって、だ近所のヤバいおっさんですね、ヤバいおっさんだね、狂気じみたね、これ危ないですよね、これは危ないんだよ、これが子供に言ってたおっさんね、最近事件になりましたよね、小学生が帰ってて、はい、ハゲは嫌だみたいな、で小学校で流行ってる歌をこう歌ってたらちょうど前から、はい、ハゲたおっさんがチャリ乗ってこう通過したんですよ、でたまたまその歌を聴いちゃったわけですよ、うん、でそのおっさんもうブチ切れて、それで、うん、自転車を U ターンさせて、うん、自転車に乗ったままその小学生のことをラリアットしてるんですよ、うわーバゴーンっつって、バーンって、うわやば、そのハゲをバカにされたと思ったみたいな、やばーと思って、いやいやいや、とんでもないじじいな、めちゃくちゃ短期ですだから、短期だねそれは、ラリアットって、ラリアットか、それないな、そういうのはな、今までかけられた技の中で一番ひどかった技なんですか、シンプルだけどパワーボムかもしれないそれはマジで、これ地面に そのままズドーンってやつだ、こっちか、こっち、あの要はもうこう抱えられて、もう背中からドーンってやられるやつ、うわ痛いんですか、あれはだからもう気絶っていうかね、やっぱ呼吸止まるみたいな、呼吸がフッってなるみたいな、なったりするね、あの斉藤君っていうあのプロレス好きの人がいて、うわ危ない、そうめちゃくちゃガタ良かったんで野球部でさ、うん、でそれが好きなんだ、やっぱりこうかけちゃうみたいな、はいはいはい、で遊びでさかけてかけて、はい、いや俺もかけてよ、ただそれパワーボムやられたそれだけ質の違う技を質が大きいなんか大技やられちゃったみたいな、それはあったね、でもやっぱ恐怖を感じたのはやっぱ、うん、朝倉未来とスパーリングした時、あるの朝倉さんと、もう昔ですけど、うん、動画あの人が YouTube 始めたばっかの時に、うん、スパーリングみたいな感じで2回やってるんですよ、もうすごいじゃん、1回目の時はなんかヘッドギアとかつけてなんかいろいろストーリーがあったんですけど、うん、そこでやってみたいな、その時ももちろん、うん、はいやと思ったんですよ、やっぱ、うんうん、距離これぐらいなんですよ、立ってる距離は本当にこのぐらいの距離です、うん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 、ただふっとまばたきするじゃないですか、うん、もうここにこう拳があるんですよ、まばたきしたらバーンと顎が上がるみたいな、パーみたいな、あれって、もう戻すのも早いんで、何が起きた今みたいな、あ、そういうことか、見えねえんだ本当に、脳が追いつかないんですよ、何が当たったってなるんで、マジでめっちゃ怖かったです、で第2戦目はそっからまた2年ぐらい経って、はい、なんか催眠術師の方がいて、はい、催眠術で自分を強くして朝倉未来を弱くして戦えば、うん、勝てるんじゃないかみたいな、はい、やって、そしたら僕なんか恐怖心をなくす催眠術かけてもらったの、うんうん、何にも怖くなくなって、本当にすごい、もうそれまではやっぱあの1回目のトラウマがありますから、はい、対峙するだけでもやっぱ怖いんですよ、でもそういう恐怖心が全くなくなって、だからもうものすごいスピードで僕も食ってかかったんですよもう何にも怖くないですから、そしたらボッコボコ殴られてやっぱこの向こうもあるんだ、本能でやっちゃうんだ、弱くなってるはずじゃん、朝倉さんも、いや全然聞いてなくて、聞いてねえんだ、あいつは聞いてない、聞いてねえんだ、全く聞かない、なんならむしろちょっと動きが見えるとか言って強くなっちゃって毎週運動くらいとか言って誰だそれ、相川翔みたいな、ね、毎週呼ぼうかな
じゃあ最後ちょっともうちょっとこれは強く殴んないと終わんないと思う、破裂をするぐらいのパーンって気がついたら地面でしょ。いやすごい経験をされてますね。まただからよくさ、気づかずに死んじゃう人とかいるわけじゃないですか。はいはいはい、それなんだろうなきっと。ああもう一瞬過ぎて、なんか一瞬で、確かに殴られると分かっててもやっぱ殴られると一瞬過ぎてそうだよね、見えないんだもん。だってそれで早いんですよあの人。すごいな。しかもね、あの人この体筋肉質で格闘家ってそうだね、硬そうだよな。硬さがもう鉄ぐらい硬い、もうだから掴めないと硬すぎて鉄ぐらい、そう鉄ぐらい硬いんだ。 あれみたいになってんだろ、なんかあの北斗の拳のああ騎馬一族のね、騎馬一族のグーって硬くなっちゃって、あの飛行を押すとプーンなんて出てきちゃう内部破壊だからね。確か飛行疲れて全部が脂肪になるんですよ、真逆みたいな。だからケンシロウがこうってなるっていう、鉄のやつをこう持つんですよね。鉄の柱をグーって持ってこう脇で抱えてフーンじゃああいつガオースーっつって横腹ガオースーグニョーってなるって。ピエロさん、そもそもお前に病院行ったんだけど暇だったから1階のバイト行こうと思って一人でエレベーターに乗ったらなぜか地下1階で止まってドア開いてそこが恋愛室だった時から怖いですね。この先あの時以上を閉まるボタンを連打することはないと思う。ああ僕はやっぱシンプルに怖いですね、連れてこられてしまったんじゃないかみたいな。いや俺1回だけあるよそれ。茨城出身の水戸の済生会っていう病院なんだけど、はい、そこにまあおじいちゃんが入院しててお見舞い行ってて、小学校の時なんだけどそれなんかジュース飲みたいっつったら、はい、パピコみたいなあの紙カップのある売ってんだよね、はいはい、あれね。パピコじゃないけど、パピコはあれか、あのアイスカップアイスなんかあるのよ、それ、はいはい、あのパックで売ってるようなジュース、あれよくあるじゃないですか、はい、あれどこにあるんだろうなと思って言ったらそのこっちですよなんつって看護婦さんが案内してくれて、ありがとうございますって言ったらどんどん地下の方に行って、なんか薄暗いなんか長い廊下みたいな戦慄迷宮みたいな感じの、なんだここみたいな、こんなところにあんのかなと思ってこちらですって言ったらそこが恋愛室だったみたいな。そうあったよちっちゃい頃、ちっちゃい頃もう本当に小学校低学年ぐらいかな。そこで買うものあったんですか。そのなかったないやねそいつないやねそいつは聞き間違えたんじゃないか。だから僕なんかね、昔よく言ってた小児科あるんですけど、はい、小児科のなんか一部分めっちゃなんか雰囲気怖く感じるところあったんですよ。なんか、あんま大きな小児科じゃなかったんですけど、はい、診察室がどうぞって言われて行く通路があるんですけど、はい、その手前にも通路あるんですよ、そこの通路がね非常に怖かった記憶があって。手前の通路ね、もうめったに入んないですけど診察ないんで、はいはいはい、あそこだけ怖かったですね。いやもうそれ絶対なんかあるよ、人体実験してる小児科で小児科でするかな、脳外科とかだったら分かるけど小児科でする、人体実験最後ぐらいにしてきますからね。最後ですか、ありがとうございます。もう顔も名前も覚えてないんですけど、彼女が着た服だけ覚えていて、黄色とピンクの花柄で小さいリボンが胸元についたワンピースをよく着ていました、その子はうちの近所によくいて、私が5歳くらいの頃よく遊んでいました、ある日母にその子がそろそろ来るから遊んでくると言うと、その子遊ぶのはやめといた方がいいと言い出しました。今まで仲良くしてたのになんでと私が腹を立てて母と言い合いしてると、外から丸々ちゃん遊ぼうと私の名前を呼ぶ女の声がします、窓からごめんねお母さんがダメって言うから今日は遊べないと言うと、女の子は何度も丸々ちゃん遊ぼうと叫ぶので、怖くなってその後はあまり覚えていません。母がほらね遊ばない方がいい、どっか連れて行かれるよと言ったことは覚えています。おっかねえ話だなこれ。その後近所のおばさんや母に言われて知ったことは、その時期の私は一人で誰かと話すように遊んでいたというのです。私が遊んでいた記憶の中の彼女は誰だったのか、母はユタの修行している最中だったので、もしかしたら私が遊んでる子が人じゃないのを知っていてエスカレートしていく一人遊びを引き止めたのかもしれません。とはいえもう母は亡くなっているので真相は分かりませんが、その子の声とワンピースだけは鮮明に思い出せるのです。イマジナリーフレンドだったのか、それにしては母の引き止め方はおかしかったので幼いながらに怖かったのを覚えていますということでございますね。はあ、これは間一髪でございますね。何なんでしょうね、まあ、本当イマジナリーフレンドだったのか。そうなるとお母さん見えないよね、まあまあそうですね、お母さんは、なんか知ってるそうな感じですよね、ユタってことは、聞こえてるっていうことだよね、お母さんにも。ユタの修行してたってことは見てるのか、まあ、私の血をもしかしたらこの子も引き継いちゃってるわと思ってるかもしれないです。あ、なるほどなるほど、見えちゃってるみたいな。そうじゃあ今この方はさ、この寄生さんはすごく霊感があるじゃないですかね。多分めちゃくちゃあると思うこれ、これちょっともう僕らともうちょっと違う次元の。確かに、羨ましいな羨ましいな
なんで連れて行こうとするんですかね。お前らが来たらいいやん。勝手やっぱそうなるよね。連れて行かれるってよく言うじゃないですか。うん、別にその状態で遊べばよくないと思いません？生きてる人と死んでる人、うんうんうん、今遊べてたわけじゃないですか、うん、遊べてたんだこの子は。このままの関係じゃダメなんですかね、うん、その霊側の意見、霊側になってですよ。これはいいですね。それなんかその解釈いいですね。なんか確かに幽霊が怖く感じちゃうのって連れて行こうとするとかがあるからじゃないですか。そうそうなんですよ。引っ張られるとかさ、そう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 、うん、なんだここみたいな。そうそうそう、うん、いやそのまんまの関係値でおればよくないってやっぱ思いますよね。思ったりもするし、やっぱ飽き足らなくなっちゃうんじゃない。だから多分神話の世界だとさ、はいはい、日本神話の世界だともう、はい、なんかやっぱ霊界っていうのがあるみたいな、はいはい、やっぱそういうその3つあってみたいな。で そっからは門限みたいなのあると思うんだよ。あ、おそらくなるほどなるほど。ここまで、は一緒に行っていいけど、下界の方まで降りていいけど、はい、もうこの時期過ぎたらもう会えなくなるから、その間に引っ張っちゃうじゃないかな。あーなるほど、ずっと一緒にいたいかなみたいな、うんうんうん、だからまあシャランキューみたいな話ですよね。シャランキュー、門限をちょっと早く伝えちゃうね。門限をちょっと好きな彼には早めに伝えておくみたいな。はいはいはい、そうですよね、まあ、そんな感じだと思います、はい、そういうことですよね、うん、だから連れてっちゃうんじゃないかな。あーなるほどなるほど、はいはい、そういうことなのか。はいはいはい、だからそういったもう亡くなってる人間の、ね、数の方が多いんだから、そっちで遊んだ方が楽しいんじゃないかと思いますけどね。思いません？だって確かにね、多分今日本でもそっちが多いもんね。間違いなくそうですよね。生きてる人よりもね、もう絶対そうだと思いますよ。もう、うん、何千億いるって感じで、何千億人っていう予備の国に、はい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 、そっち行っちゃえばいいのなと思いますけど、ね、まあ確かにそっちで遊んでりゃいいのになって思うから、ちょっとね、成仏できない子なのかもしれないですね、その間にいる、もしかしたらですけど。なるほど、そういうことかもしれないです。ああ、なんかあってね、悪いですよ、連れてっちゃって。誘拐ですからね、これ。犯罪ですよこれ。だって確かに犯罪ですよ。死してなお犯罪、死してなお犯罪、死してなお出ましたね、トップワードが出ましたけど、死してなおということでございました。ちびこわでした。ありがとうございます。ありがとうございました。本当、ね、面白いですね。 いいですちっちゃい頃の体験。なんかいいですね、嘘が本当わからないけど、そうなんですよ、なんかいいですね、そこが。不思議な体験っていうのはね、ありますからね、うん、どうしようかな。これね、タックさん、そうだよ、そう、タックさんの一番、僕ちょっと決まってます。決まってる、はい、今回これでいこうと思います。ほう、続いたらクマハチさんですね。クマハチさん、はい、ナミヤムダブツと唱えていると、うん、バカにした声でナミヤムダブツと聞こえて、うん、十年ぶりに姉に言うと、その日姉の夢の中にその男の子が出てきたというやつでございます。あー、これだ。定期的にやられるナナちゃんが現れる話。あ、マックスですね、これマックス話でございますね。これはやっぱちょっと気持ち悪いですよね。ちょっと怖いよね。この間さ、ちょっとローソンで一服してたんですよ、はい、そしたらイラン人かさ、そのなんて言えばいいんだろうな、あれ何人か分かんないけど、東南系なんだけど、はい、泣いてんのよ、すげえ。おって本当に泣くじゃくってて、何があったか分かんない。でそれを2名の警察官が取り囲んでるみたいな感じがあって、何泣いてんだろうなと思って、そしたら俺の横に座ってきたのよ、なんかそんで泣いてるみたいな、パークみたいな感じでやってるわけ。何がこんなに泣くじゃくってんだよみたいな感じで、で気にはなってたんだけど、まあ話しかけしなかったんだけど、そしたらその警察官の人がファイツファイト、キリス、ファイトとか言って、はい、で、うん、オッケー、オッケーとか言って、頑張るみたいな、うん、つって、でも僕気になりすぎて、でももう何があったんですかって、うん、俺ちょっと見てたから横で、じゃあ何があったんですかって言おうとしたら、向こうが俺の顔を見て、おバカ、お前バカだとか言ってきて、バカとか言ってきたんです。なんだこいつみたいな、はあみたいになっちゃった俺も、急になんだと、そしたらもう警察官もやめてくださいっつって、もう本当にすいません、酔っ払っちゃってるんです、すいませんみたいな。酔っ払ってたんですね。そう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 、でなんかでバカだよお前、じゃあパレードバカとかなんか言って、で俺がふざけんなお前みたいな、本当すいません本当すいません、もう本当に勘弁してやってくださいみたいな感じで、で俺もやる気はなかったんだけど、なんかちょっとイラついてたみたいな感じで、でもコーヒーを買おうと思ってコンビニがこの目の前にあったんですけど、でこれふざけんなよおいっつって、これ振り見た瞬間にローソンの看板にパーンってぶつかっちゃってバカだったんです。これ預言者、預言者だね。そっちに意識取られちゃうと、意識取られてるのこれ、だ危ないっすよ、ね、おいっつって結構なりがちなんでしょうね、なっちゃうんだよね、意識取られちゃって、そうふざけんじゃないよバーンみたいな、痛かったよ結構ボーンって恥ずかしかったね、あれはちょっとね、同じようにそんなちょっとね、だから意識取られると危険ですから、皆さん前向いて歩いてくださいと。
ということでございました。そんな熊八さんにはですね、オリジナルカードをプレゼントしますので、はい、DM の開放だけよろしくお願いします。お願いします。というわけで、これから寝るよという方はおやすみなさい。これから仕事や学校という方、ぐわんばってください。前を向いてしっかり歩いてくださいということでした。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。ありがとうございます。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。エタク TV の実写チャンネルというわけで、今夜もどうぞよろしくお願いします。さあ、今日のアシスタント紹介します。この方です。はい、どうもどうものモードとガンジーグワンジーよこしかでございます。おい、どうもアシスタントです。2回いませんでした。2回言ったこれ、はい、アシスタントになられまして、はいはいはい、でそこから動画投稿されたじゃないですか。うんうん。で今日じゃないですか。今日に至りますね。結構ドキドキだったじゃないですか。いや、めちゃくちゃドキドキして、いつなんだいつなんだみたいな、はい、でやっぱ事前連絡がね、はい、必ずしもあると思ったんだけど、はい、急にあの上げられてたっていうね。なんかいつものように、今日あげますよじゃなくて、あげちゃった後にあれあげちゃいましたすいませんみたいな、いつあげますよみたいな事前連絡はなくて、あの一応その編集出来上がりましたみたいな、でそれを見てたのよ俺何回も。そうです。こっち出てください。言い訳になるんですけど、僕もそれが今日上がるって知らなかったんですよ。社長が聞かされてないの、そんなの。そうです。ちょっとこれ俺の方からガンジさん言うけど、はいはい、これちゃんと伝えてんのって言ったんですよ、はい、伝えてますって言ってたんですよ、うん、うんうん、でこっち来ます。今どんどん余罪が出てきてますね。あら、そうなの。俺変なこと言っちゃったから、そしたら頼むぞ。梅木さんか。はいはいはい、梅木さん。撮影で梅木さん来られた時も、うん、撮影終わって、はい、梅木さんをお送りする時に、はい、スタッフが、はい、梅木さんになんかいじりをしたみたいで、あー僕じゃなくて、うん、僕のスタッフが二人きりの時に、ね、何墓なんですかとか、なんかこう変ないじりしたみたいあって、それは全然関係ない別のスタッフですけど、はい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 、それも結構真剣に怒ったんですよ、ね、それは違うぞと。それ絶対違うと。でもそこしっかりしてんだよね、タックちゃんね。もしそれで確認できてなくて、うんうん、上がっちゃって、うん、違う感じで編集されてて、はい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 、それでガンジさんが炎上するとかなった時って、もうどう責任取るのって話になってるんですか。いや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 、もうさ、何でもいいんだよぶっちゃけ。何やらかしてもいいんだけど、そっち側は。いやいや、ダメですよ。これでこれでお話しますこれ。いや、これあら、お前あんだけ言っちゃうなみたいな。すいません、申し訳ない。いやいや、とんでもないですよ、まあ、今日は新しい試みでございます。なんかすごいよ。じゃあ発表します、今月のニュースぶった切り。ブスー。意外とガンジさんニュース見てらっしゃるっていう。意外とね、なんか見てない感じの雰囲気出てますけど、意外と見てますよね、ガンジさん。ちょっと半月分のニュースをちょっと今回用意しました。はいはいはい、半月分の。半月分の。おーおー、結構動いてるよ。ガンジさんはどう思ってるのかなって。どういうことなのかなって。なるほどね、はい、僕のメインチャンネルで結構、今週のニュース速報つって毎週起きたことを僕が気になったやつを発表するみたいな、それも結構好評でして、うんうんうん、それをちょっとこっちバージョンっていう、これ素晴らしい。僕が言ってもどうしようもないんで、ガンジさんぶった切るのか、ぶった切ろう。なるほど。いろんな知らなかった角度とかからもういろんな出てくるんじゃないかな。あー、やりましょうか。じゃあ、ね、やりましょう。これ今週何があったんだ。今週は今ちょうど5月の真ん中頃なんで、はいはいはい、ちなみにどうでした、ゴールデンウィークレポ。ゴールデンウィークはどう過ごしたんですか。結構忙しくさせてもらってて、でも休みはなかったからさ。あ、そうですか。そうそうそう、だからそのとあるライブ行って、はいはい、間のちょっと休憩時間が休みみたいな、はいはいはい、ノリになってて、ドブ川があってさ、ドブ川目の前にドブ川があって、はいはいはい、そこに浮きがこうプカプカたゆたってたんで、はいはい、それを見てたね、俺は。ずっとずっとゴールデンウィーク。ゴールデンウィークもう最終日に。じゃあもうゴールデンウィーク前もね、休みなかったですもんね。なんかやんない。そう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 、なかったというか。うん、ですよね。そう、タックちゃんも忙しくしてるじゃん、北に行ったり南に行ったり。いや、そうです。僕もゴールデンウィークは休みはなかったですね。でしょ。ちょっとガンジさんのせいでめっちゃ怒られて。何を。インスタあるじゃないですか。インスタありますか。インスタグラムのストーリーってわかります。ストーリーございますね。ガンジさんと、うん、先々月ぐらいに、うん、ゴールデンカム言ったの覚えてます？あ、打った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 、二人で打った。あ、打ったよ。タコ負けした。タコ負けしたね。はい。その時僕がガンジさん写真撮ったの覚えてます？めっちゃ笑ってる、めっちゃいい写真撮ったみたいな。うんうん、覚えてる覚えてる。あれを、まあ、かなり時差ですよ、うん。投稿したんですよ。その時も、まあ、県外行って仕事してたわけです。はい。ただその日になんかご飯誘われてたんですよね。誰が？あ、僕がご飯誘われてて、うん、それ断ってたんですよ。あ、だってその時いるわけじゃないですか、別に。時差あるからな。それはそうだよ。そう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 。その人断るのがもう 3,4 回目ぐらいだったんですよ。あ、結構結構断ってるね。そう、まあタイミング合わなくてっていう。もちろんもちろん、はい、半々ぐらいです、はい、行きたくない、はい、タイミング合わないでこうまたこれまたあれ言われちゃうじゃないか、それ説教で。スロットの、はい、あの写真をね、はい、ちょっといい写真だなと思って、いい写真だよ、投稿したんですよストーリーズに、うんうんうん、したらなんかこのぐらいの分
スマホで言うとこのこれぐらいで、まあまあ長いです。人のご飯の誘い断っておいて、お前ギャンブルかよみたいな。僕もそれでめちゃくちゃ腹立ってきて。あ、腹立っちゃった。腹立ちましたね。その日じゃないけど、いや別に、なるほどね、今日言ってたとしてもお前には関係なくないかと思ってそれは何、どのぐらいの関係性なんですか、それは。いや別にまだ3回ぐらいしかやってないですけど、お前ほんとにさ、一回止め、今日ずっとダメかもしんない。あの男性ね、男性ね、おバカ野郎、ほんとに3回やれば立派なんだけどね。そうそうそう、男性でも女性でもね、はい、でその苛立ちがどんどん加速してって、そもそもなんだガンジー起こすかってなってきて、なんでてめえが出てくんだとここで、てめえのせいで、お前のせいでじゃひどいね。ひどいですね、タクトさん。そんなゴールデンウィークでしたね。なるほど、そんなゴールデンウィークの最終日で。だからもう、これも今月のニュースですけどね。5月入ってから、誰もが知るような著名人が、僕ら二人のチャンネル見てる。あ、これはだから、まあ、聞いた話で、その神木隆之介君が見てるとかね。言って大丈夫なんです。ラジオかなんかで言ってたみたいで。え、神木隆之介君が、隆之介君がね、延々ループしてると。えうん、一回聞いたのにもう一回聞きたいみたいな、なってるっていう。あと、まあ、銀杏ボーイズの峰田さんね。銀杏ボーイズ知らねえのかも。ごめんごめんごめん。銀杏ボーイズ。あ、銀杏ボーイズマジで聞き取る。バンドの峰田さんとかもこれを見てると。僕情報だと、今、社名変わりましたけど、スモエラップ。だから元ジャニーズ。はいはいはい。誰かとか言わないですけど、見てる人がいるっつって。いや、やばいね、これ。めっちゃ楽しみしてる。いや、やばいね。もう、神木隆之介監督が、僕、ゴジラマイナス 1.0 が最近アマプラで話が始まって、やってますね。で、それも見たんすよ。神木隆之介君、めちゃくちゃ良かったっすよ。マジで。いやらしい。めっちゃ良かったです。でもいいよね。はい。神木さんいいよ、本当に。めちゃくちゃ、僕、ルローリケンシの時の神木隆之介君とかも。ああ、はい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 。大人になりにつれて、品がもう出てきたね。いや、いいですね。どんどん出てきた。その前はちょっと可愛い小悪魔系のキャラというか、スペックの時の、あの、二の前純一大好きで。姉ちゃんですよね。二の前純一くんの時の役も大好きで。で、あの役柄っていうのがものすごい定着しちゃったじゃないですか、神木隆之介。そうだね。小悪魔系。で、そこからまた、ルローニ剣士の大人になったアクションに挑戦して、だからもう一キャラクターを作ってきたというかさ、でゴジラマイナス、うん、なるほど。まあ他にもね、いろんな作品出られてますけど、このゴジラマイナス 1.0 の時は僕は新しい道開いたなと思ったね。ハングレのなんかわけわかんねえ社長みたいな感じで。今度だからね、もう映画撮って神木さんが出てるっていうことがあったらマジで奇跡だね。それはないよ。それはないか。それはない。さすがに今笑ってた神木隆之介君の、それは違うよ。言ってる。そうそう。この携帯の画面見ながら。急に役者側に言うてんな。入ってくる。入ってくるな。こっち畑には。見たけられちゃう。マイナス1点するわ。あれはまだ見てないです。見た方がいいですよ。え、シンゴジラ見ました。見ちゃ見ました、あれは。通常のゴジラのその軸が崩さずに、演出の速さとか画面のかっこよさ、BGM の挿入とかはシンゴジラを彷彿させるものがあって、ただもう一つの物語が戦後舞台にしてあるんですよね。ああ聞いた、それ、うん、そうですよ、永遠のゼロ味があるんですよ。ゼロ味があんだ、はい、最後のもう神木隆之介君、僕はぶっちゃけ永遠のゼロよりも胸が熱くなるものがあったかもしれないです。だからその映像美もなんかちょっとこう色あせてる感じが、いやそうそう、もうオールドスタイルチカチカするみたいな、そこまで古くないなんかチカチカしてんじゃん。チカチカさせたくてしてるわけじゃない。してないわけない。あれはしょうがない。あれが限界だったから。当時はまだ見てる方、アマプラで見れます。これ最初何なんだこの作品紹介するコーナー。これも5月入ってから公開されたやつ。なるほど、なるほどね。追加されたやつ。はいはいはい。今後ちょっと言おうかな。いやそうだね。はい。ああいいと思いますよ。あとニュースとしてはですよ。まだいっぱいあるんですけど、一個も読めてないんですけどね。映画で言うとシティハンター。シティハンターね。これが現在今世界中で、世界中で話題になってるということなんですけど、こちら見てます。これはまだまだですよ。まだ見てない。まだ見てないです。え、何見てるんですか。最近もう正体から止まってるね。あと寄生獣、寄生獣ね。韓国版寄生獣。ああ、なんか面白いらしいですね。あれは面白いぞ。ええ。あれは映像がやばいね。吹き替えあるんですか。吹き替えもある。あ、見たいな。ちょっとどっかでもいいんで、僕らのことをね、ぜひ見てますっていう著名人の方。やっぱ僕とガンジさん芸能人好きなんで。そう、その話好きなんだ。 LINE でね、この人が見てました。見てましたよ。そうそうそう、やらかしてる時はすぐ消すんで。消す消す消す、すぐ消す。5月芸人さんであればっていうところなんですけど、明石家さんまさんが手掛ける作品が地上波で放映されたみたいですけど、これ大竹忍さんとの共演があって、非常になんかそこで話題になってましたけど、全体を通してがちょっと酷評もあったというか、どういうことだったんだろうみたいな。なるほどね。なんか見まし
した、あれは。あれも見てないんだよ。ぶった切れるじゃねえかよ。結構面白かったですけどね、好きでした僕は。なんかお祭り感が、はい、当時のさんまさんのなんかもう全盛期、まあ、今もこう売れてるけど、はい、なんかそういうお話なんだ、まあ、ちょっとコントを仕立てて全部が、うん、で一つの物語になってみたいな、うん、でさんまさんが刑事役でみたいな、うん、で最後大竹しのぶさんご本人が出られて、はい、今までモノマネ芸人とか出てたんですけど、うん、大竹しのぶさんが出られて、うん、取り調べを行うっていうシーン、お前そういえばほらあれあったやろみたいな感じのことを、いやそんなこと言ったらあんたもこれあったでしょ、あったでしょとかをこうやり合って、そう、あーなんかもういいね、面白かったですね、あーそういう感じなんだ、あ面白そうだね、はい、それはね、見ないといけない、ね、見たかったからね。じゃあちょっとここからジジです、おージジネタかい、はいジジネタですね、これどう感じるかって、まずいきますね、はい、一つ目ですね、山手線の車内にヘビ職員が座席シートの下で見つけ捕獲、乗客降車2700人に影響ということで、12日ですね、 JR の渋谷駅でヘビ見つかったらしいです、おヘビが見つかったと、はい、ただ実際車両確認してみたところですね、ヘビはその時は見つからなかったらしいんですけども、うん、その後職員が座席シートにいたヘビ見つけて捕獲ということで、ヘビが体長約20センチ、青大将、うん、青大将の20センチ、なるほど、まあまあ小さいのか、ちっちゃいね、どっか入り込んだんですかね、車輪というかその間のとっからがだと思うんだけど、こんなのはさ、はい、俺思うわけだよ、はい、もう大人になってから出てこいよ、シャリシャリシャリ、大人になってから出なさいよ、こんなのなんで子供のうちから列車に乗ろうとすんだよ、電車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 、シャリってなんですか、シャリは忘れてくれよ、ヘビが食べたことあります、バカ野郎お前、食べたことないよそんなに、めったにないだろ、もじもじするこなあ、ほんとに俺のへその欲しいから、ほんとに東京ですかこれは、明日渋谷駅です、渋谷駅でヘビ、でも怖いですよね実際、ただ今南両車にヘビが出たとの報告がありまして該当車両のお客様は隣の車両に移動しています。ヘビ一瞬戸惑うよね、そうそうそう、だからあの毒ヘビだったらやばいしね、やばいっすね、うん、テロとかでもありえますもんね、テロあるぞ、毒ヘビをポッてバッて投げちゃうっていう、これ新手のテロでめちゃくちゃ怖いっすよね、いや怖すぎでしょそれは、相席食堂でヘビの思い出しましたけど那須川天心が出演されていて、天心君が多分捕獲してる夫婦に出会うんですよ、うん、ああはいはいはい、でやってみますみたいな、うんうん、これ一回出すんで捕まえてみますみたいな、はい、マネージャーが出てきて、うん、いやこれ危ないよ、うん、ダメだよ、うん、そう、うん、日本の宝ですから、はい、そうだよ、もう天心もね、でハブの毒っていうのがなんか筋肉を破壊するみたいなやつですね、あそうなんだ、格闘家が筋肉を崩壊させるとまずいよ、まずいな、夏川天心はできるでしょ、このぐらい、うん、危なくないでしょ、うんうんうん、結構な言い合いが始まったダメだってそんな危ないってまあそうっすよね、いやそうだよ、選手生命に関わるかもしれない、ね、え死しちゃうかもしれないしね、そう考えたらほら一回ウサインボルトがなんか、ウサインボルト、ウサインボルトが陸上のトラックでこう走ってたら、うん、なんかあのループじゃないですけど、あれなんて言うんですかね、あの自動で走るやつ、あるよね、あの立ってブーっていくやつでしょ、あるあるあれ、乗ったカメラマンかなんかがボルトにぶつかって、おボルトがぶわーこけて、うん、足から血出てみたいな、やべえじゃんそれ、ウサインボルトの足、国宝だよお前、どうなるんすかねあの人がどうなったのか、いやもうやった人は多分殺される可能性もあるよ、全然ありますよ、あるよ、軍が動くよ多分、そうか、国単位で動く可能性、そう単位で動く可能性もある、でそれで言うとですよ、もう人間国宝というか、はい、日本の宝にこういうことがありましたよって話ですけど、はい、あの水原一平さん、水原一平さんね、はい、あれもドラマ化になるっていうね、あそうですそうです、でちょっとこの水原一平氏のちょっとどういうことをしたかっていうのをちょっと改めてね、はい、ちょっと振り返りましょう、お願いいたします、大谷の口座から約24億円を送金、賭けを行った回数19000件、平均の賭け金これいくらぐらいだと思います、平均の賭け金1000万とかじゃないですか、いや平均なんで196万円196万かただ、うん、最高賭け金が2450万円、おで負けの総額っていうのが、カンジさんちなみにギャンブルで最高で負けた額っていくらぐらいですか、10万ぐらいですか、10万ぐらい、はい、水原一平ですね、はい、負け総額は約280億円、やっぱ負けすぎだろ、まずどう思います、才能ないんだよないギャンブルの才能がないんだよこの人、もともと確かに、まあ買ってればねその分のお金って戻してたはずです、ああ200、何もう一回言ってもらっていいですか、すいません、負け総額約280億円億円ですよ、はい、ただ、まあ、どうなんでしょう、口座から24億円引っ張って、そうですね、負け総額208億円ってことはおかしいよ、採算合わないから勝ってたんですよ、そうですよね、うん、マックスで15倍ぐらいまで勝ってた時もあるってことですよ、はいはい、で勝った額を差し引いた純損失、はい、いくら最終的に失ってるかって出てて、はい、これが約
62億円。うわうわ、これ前レッドソックスで松坂大輔が契約した時の、その時の年俸がこれぐらいでしたね。60、ああそんなもんだったか。61、2億とか。松坂の契約金と同じぐらいのやつ負けてたんだ。あで、まあ、この水原氏のこの銀行詐欺っていうのが、はい、まあ、大体罰金は最高30年の懲役刑重ねる可能性があるとね、みたいですよね。でそんな水原一平容疑者の賭博スキャンダルを描いたテレビドラマの制作がもう開始されておりまして、制作がララララルドですね、数々の有名な映像作家が手掛けているライオンズゲートという配給会社制作会社が、はい、やるそうです。なんで目つけんだよな、はい、大手。確かにやります。いやどう、タックちゃんが結構もっと大きな感じになったらやります、その水原一平さんの。どこですか、ドラマを作りたいと思いますか。いや思わないかもしれないですね。うーん、でも詐欺映画って多いじゃない、詐欺をモチーフにした映画って、結構有名どころ使ってハリウッド結構多いよね。確かにギャングなんとかニューヨークとかもそうだもんね、規模とかスピード感とかやっぱ持ってできるからっていうのがあると思います。あーなるほど、はい、そうじゃない人でも結構ね、ほら山上容疑者、あーはいはいはい、はい、とかのほらドキュメンタリー映像とかの、はい、映画、はい、もう作られたりしたじゃないですか。作られてあると思います。いやだから被害者がいるわけだから、はい、でも詐欺っていうのは意外となんつんだろうな、そこまで重く見られないかもしれないよね。あ、まあ、殺人じゃないから、はいはいはい、なってないから、はい、そうで被害者も大谷で結構もうお金持ちっちゃお金持ちだから、うん、確かに確かに、うん、大谷選手は多分心身ともにこううわって信用してたのにっていう、そこだよね多分問題はね。それはでかいでしょうね、ただ人間的な問題だよね。そう、ただお金に関してはまあまあまあここまあまあもうもうそ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 う、多分1万円抜かれた感じのニュアンスだと思うんだよ 俺的には。なるほど、でそうそうそう信用してた人にってことですね。そう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 、規模で言うとそう、うん、どうですかね、奥様は怒ってると思う。奥さんがこれがもうたまんないと思うよ。で奥さんどっちの奥さん、翔平の翔平の奥さんね。奥さん、奥さんいるんだよ。いないでしょ。いやいるんだよ、いるんだよ。えいるんですよ。子供もいたな。いや子供はいないんだよ。何それ一平さんいないんですよ。でもご結婚されてるんですか。ご結婚はしてる。へー、そういや、そこのだから夫婦間も仲良かったらしいから、いやじゃあこれはもう大問題になるんですね。そこはそうなんだよ、事情を解決しないでしょ、ね、うんうん、これはだからちょっとね、もうやめなさいギャンブルをやめろ本当にっていうことですよ。そうです、ギャンブルで本当ね人って狂っていきますからね。狂っちゃうから、でも金銭感覚もおかしくなるんでしょうね。うん、じゃあ次あれですよ、焼肉店でジョッキに放尿する動画が話題にと。あすごいね、これがですね、飲食店でジョッキに放尿したり焼肉の網で、靴を焼いたなどホストと見られる客らによる不適切な行為を撮影した動画が SNS 上に流出、波紋を広げています。東京歌舞伎町の焼肉店、七輪焼肉アンアンさん、あ新宿食安通りって行ったことあるんじゃないですか。僕もありますよ、安いアンアン、安い、めちゃくちゃ安いとこだ。でこの客として訪れたホストの男性が客席で空のジョッキに放尿、はい、絞りたて生ですなどと話し仲間と男性なんか飲める師匠来た来た来たなど林させてる映像が映されている。今月頃から SNS などで拡散され炎上したということなんですけど、なるほど、これはどうですね。これはもうなんだろう、参加させろバカ野郎お前参加させろ、参加をさせろ、闇鍋みたいなことやるなお前な、あれなんで参加をさせろ、参加を させろお前、それそれはガンジさんがってことですか。そう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 、呼べよってこと、呼べよバカ野郎って話なんですよそんなもん俺注意するわそこでって。あーなるほど、タッカちゃんが言ってるってことですね。そう、俺を呼んでくれた、そうだよ、呼んでくれたら言っておいっ って言ってるよ、そのぶった切ったらもうそんなもん。どうしよう、だから僕ちょっとやってるっす、はい、うん、あ来た来た来た、うん、絞りたて生で、うん、呼ばれました、はいはいはい、絞りたてでーす、絞りたて、はい、絞りたてでございます。なるほど、どう絞り、うんうん、本当に絞りたてだってバカ野郎お前帰るよお前何しに来てるの全然知らねえおっさんが入ってきた、うん、もう怪しめの本当に絞りたてだなって言ったじゃん。それ言ったらみんな逃げるかもしれない、逃げるかもしれない、やばいの来た、逆に逃げるだろそれ。なるほどなるほど、ぶった切った、それがぶった切りだよ、もっとやばい俺が言ってやるからってことですね。そうだよ、なるほど、アンアンさんね全部綺麗にして映画再開するってことやったんで、あ頑張ってほしいですね。頑張って、まあ、食べ行きましょう、アンアン行きましょうか、行きましょうか、ちょっとあの再建のあれでね。そうですね、バイトテロとかどう思います。バイトテロ最近あったのはピザに鼻くそを入れてたっていう人
人のやつみたいなやつ。アルバイトがふざけてとか、で動画を上げちゃって、はい、で店の株価が落ちたりとか、はい、そうです、営業に追い込まれたりとか、はいはい、全体責任ですからね。どうやったらなくせると思う。ああ、これなくせるか。バイトテロを完全になくすには、ああこれはね、家庭環境にまで遡りそうだから、おお、うん、なんかねやっぱりその人のそこの問題になってきちゃうから難しいんだけど、お花畑の入りをつけたらいいと思うんだよ。これ難しいよ、タクちゃん、これ難しいですよ。やっぱりね、入り口からもうなんかその人の素行の悪さを拭い されなきゃいけない。なるほど。入り口から、うん、景観をもうお花畑にすると。お花畑にしちゃう。店の入り口を。店の入り口。アルバイトがこう入ってくる裏口ってことですよね。うん、そう。刑務所みたいなもんじゃ、裏口なんて。ドアも立て付け悪いですよ、ね。立て付け悪いから。もうな、またかなんて、そっからもうこっちやっちゃうっつって。時給も上がんねえしなーなんつって。なるほど。そう。だからもうお花畑にして、来た時からまずハッピーな気持ち。ハッピーな気持ちになって。ああ、なるほど。意外となんかありかもしれない。ちょっとありかもしれない。確か今日も実頑張ろう頑張ろうっていう、なんかやっぱそのね、花ってやっぱこうパワーがあるから、だからそのディズニーランドのキャストによるそういうテロ動画とかないですもんね。ないじゃん、あれも過酷労働ですよ、あれ。中に夏なんか特に景色がディズニーランドだから、だから出勤してる時わってなるっていうのもあると思うし、もちろんそのギャラもいいんでしょうけども、ギャラだけじゃないから、それって。ああ、なるほど。やっぱり特にこの時代は、そう Z 世代なんかいますよ。悟り世代ね。それが Z 世代だよね、タックちゃんって。いや違いますよ。もう違うのか。僕はバリバリゆとり世代です。ゆとり世代に入るのがタックちゃん。はい、小泉純一郎が総理大臣になってゆとり教育。土曜日休みにしようっつって、はい、で土日休みで6限で終わり、7限とか0限がないっていう時代を生きた、はい、その時代を生きた人間なんだ。全てがゆとりです。にしてはゆとってないんだよな。ゆとってないよな。そうですね、実家がゆとってなかったですね。普通そっちがゆとるはずなんですけど、そっちがゆとってなかった。いや、大きな矛盾を生じながら生きてたと。そうですタクちゃんはゆとり世代。なるほどね。いや、もうこれはだからお花畑を本当に入り口からもう本当に、なるほど。ちなみに花の品種は何がいいと思いますか。パンジーがいいですね。パンジーってことですね、うん、間違いない。黄色のパンジーです。黄色のパンジーをわっと飾って、はい、これがいいですよ。これなくなるかもしれないですね、はい、うん、じゃあ次ですね、はい、あ、これ話題になりましたね、うん、あの令和の虎ご存知ですか。令和の虎、はい、知らない令和の虎が収録中に火事を起こしたっつって、知りません？収録中に火事を起こした、はい、昔で言うとこのマネーの虎、ああ、はいはいはい、令和版みたいなのがあって、あー、なるほど、あ、やってるね。そうです、うんうん、あの人たちが収録中になんかプレゼンに来た人がなんか油を使ったパフォーマンスをしたらしいんですよ、うん、調理ので、それ控室に持ってったらそれか出火してちょっと火事になったと。ああ、そうなった時にですね、うん、そこの建物の人たちが怒りまして、ね、もう出てくれと。それはそうだ、はい、で強制退去と現状復帰とか、うん、そういうのもろもろ合わせた額っていうのが、うん、違約金が3億円賠償金とか含めて3億円、はい、3億円を払ってくれと言われてるということで、これちょっと話題になっておりまして、ほー、うん、3億円もか、どうしようってなってる。いや、金じゃないんじゃないかな、それなんか。やっぱ金でね、やっぱこう解決しちゃうのがまた炎上しちゃうというかさ、また燃やしちゃう可能性もあるよ、これ。ほー、うん、そうだろ、タックちゃん、解決もあるってことですか。あるよ、あるある。聞かせてもらっていいですか。もうみんな、お前そんなもんあれだよ、日常で油片栗粉じゃない、油を凝固、はい、持参だよ、そんなもん常にだよ。そうだろ、タックちゃん。そうだろ。日常で日常片栗粉、そう、油片栗粉持参だよ、もう常備だ、常備。あ、だからこのニュースの解決方法は、うん、日常で油片栗粉を持参、持参というか、もうこれは国単位でやった方がいいと思う。あ、もう国民の義務ですか。うん、もうだ、多いでしょ、そういうなんかその油の火事とか。多いです、なんかやっぱ火災の原因だから。それはその店側しかないと思うから、じゃなくてもう客側もうなんかあるかもしんねえからっていう。常に。そう、だからスマホみたいな感じですよね。そう、スマホと一緒。油片栗粉をスマホと一緒に持ち歩けた。だから、そっか、ちょっと火が起きたらみんなあるから。あるから。ありがとうな、タックな。こんなバカなぶった切りを。火事起こしたことありますな。ぼや騒ぎあります。いや、ないだろう、まあ、ここにいないよ、火事起こしてたら。俺、いや、ほら、ちょっとしたぼや騒ぎとかもありえるじゃないですか。ああ、それはあるよ。だから、その焚き火やってて火が広がっちゃったみたいな。へえ、そうはあるけど、その時やっぱ油片栗粉、油片栗粉確かに。油片栗粉。次、ありがとうございます。これはやらかしてますよ、これ。ありがとうございます。とある市議会議員がやらかすということで、お、市議会議員の方が
飲みの席でオーストラリア市長の娘の股間にマイクを当てて物議と。永田さんという71歳の副議長という方がですね、岐阜県の姉妹首都っていうところがあって、はい、オーストラリアのダボ市と交流会を開催しましたと、うん、でその二次会でカラオケスナックで、うん、このダボ市長の娘の股間にマイクをこう当てたと。うん、はい、で娘が嫌がってそっぽを向いたと。あ、それはそう、はい、これに対して永田氏、酔っていた、よろけて偶然近づいただけで行為ではないと言って、うん、でこれをですね、別の議員が偶然スマホで動画を撮ってた発覚者らしいです。はいはいはい。で後日このダボ市長に謝罪メールを送ったんですけども、ダボ氏からは2週間返事がないと。だからこの外交問題にまで発展するんではないかと現在話題になっているそこまで、はい、いうことそこまで国際問題になるか。これはオーストラリアの人だもんね。そうです、だからその市長の娘にそういうことをしたと。うん、当てたわけじゃないと思うんですけど、ね、あ、もちろん話してね、こうやってね喋ってみる、なんか歌ってこうなっちゃうこうちゃうはいみたいなことをやっちゃったんじゃないかっていう。なるほどね、はい、チャレンジャーではあるんだよね。ちょっと見方変えると、はいはいはい、うん、対応できない人だったんだろうなと思うし、あー白木さんっていう芸人さんいらっしゃるんですけど、下の女性芸人で下のお口からお金出ますみたいなギャグをするんですよ、女性で、うん、女性で、女性で、でやっぱ下のお口が喋りますよみたいなのをやったりするんですけど、でも面白いんですよね、やっぱり。下品に見えないっていうか、下品なことやってんだけど下品に見えないっていうか、はい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 、そうだからオーストラリアの人もそのぐらいのことやってたんじゃないかな。だからもう市長もはいどうぞってこうやっちゃったのかなみたいな。ああ、もともとそういうなんか下りがあったんじゃないかな。あったんじゃないかなっていう。確かに、飲みの席ですよね、それって。二次会です。二次会ですもんね、はい、少し砕けてると思うんで、うん、今言われて僕思ったんですけど、うん、それぐらいじゃないと急にやるってだいぶやばい、だいぶやべえやつただみんな普通にこうカラオケの時に市長の娘においえ、まあだからだいぶやばいから2週間返信来てないじゃないですかそうか、はい、私もともとそういう下ネタとかそういうなんかちょっとねお下劣なのでこう笑い合うような空間だったら、空間だったらたっぷりなってない気がします。するから、まあいきなりだったんだろうね、ちょっと本当に、うわ、いきなりトップギアで行っちゃった、なんか、なるほど、あれだから。またそれが動画をたまたま別の人が撮っててそれが流出したっていうところもちょっと、そうだね、なんかそれも、ね、その前後がどうなのか分かんない、はい、分からんから、なんかそれだけ切り取ると相当やばい状況とは思うんだけどどうやったらここからこの永田さんは挽回できると思うんですか。こっから自分のチッコをマイクで作るという本当ですね。いやいや、永田さんが、永田さんが自分の実行をかたどったマイクを作って、でそれをまたオーストラリアの戦争起きます、戦争が起きちゃうな、向こうだな、もうな、そうだな、絶対なんですもん。あ、そうだな、全てぐちゃぐちゃになりますから。そうだな、だからそこはちょっともう乗りすぎちゃうから、そしたらもう逆にパイプカットしかないんじゃないかな。70歳ですよおい70歳でなんでパイプカットされないといけない。誠意は伝わるかもしれないですね。誠意は伝わるし、でも市長もちょっとおーいってなるしね謝罪の上で大事かも、そこまでしなくてもぐらいまで、そうですね、はい、やるのがいいかなと思う。大事かもしれないですね。はい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 、はい、なるほどなるほど、うん、次行きましょう。面白いですね、これ。これはね、もう YouTube 界の話になっちゃいますけど、ね、YouTube 界、はい、はい、登録者250万人の、はい、ジュキアという男性の YouTube チャンネルが、うん、はいはいはい、11日、うん、利用停止になったと。なんでや。この方のですね、まあ、その動画のコンセプトというか、はいはい、やってることがですね、はい、東京とか渋谷の街頭で、うん、あのまあ、インタビュー動画、あー、女性を対象にしたインタビュー動画を売ってまして、はい、うん、女性に胸のカップ数を聞いて、はい、実際に測定する動画とか、はいはい、ありますね、女体盛りとかを作ったりする動画とかで、それで結構あのインタビューされた子たちからの被害とか、モザイクかけてくれたかけてくれなかったとか、はい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 、でそれで被害が結構出てたらしくて、はいはいはい、でそれを受けてなのか分かんないんですけど、はいはい、コミュニティガイドライン違反により、うん、チャンネルが消去と。消去、ああもったいないという対応を取られたと。250万人をなくすってゾッとするわけですよ。まあタックちゃんのメインの240万人ぐらいで、ね、今そのぐらい、ね、そのぐらいじゃん。どうすんの。消えたでしょう。やばいよ。最善の注意を払ってるよね、多分。まあまあ結構だ。そうですね。コンプラットもそうだし、そうですね。犯罪行為で逮捕されたら消えることあるんですよ。お、え、その本人が逮捕された。逮捕ぐらいじゃ大丈夫かもしれないですね。逮捕だったらね、もういろいろやってるけど。逮捕ってあれですからね、容疑がかかって拘束されることですから。はいはいはい、はい。そこから起訴されて有罪を受ければ犯罪者ですから。そうですよね。逮捕だけだ取り調べで前歴しかつかないですから。前科はつかないですから。カップ数を聞くとかぐらいだったら全然俺はいいと思うんですけど。
測定までしてたみたいですね。ああ、そのなるほど本当かなみたいな。あ、そう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 。ああ、そこまでやるか。だから YouTube さ、そのどこまでやっていい説っていうのはさ、ちょっと一瞬待ってください。どうぞ。この後来る予定のバカが、バカが住所送ってください。あるでしょ。でもありますあります、うん、前の調べ出てくるんですけど、うん、そういうやつなんですよ。いい感じのクズっぷりですね。そうです。これもニュース入れときますか。はい、これはちょっとガンジーさんのちょっと提案もあって、はい、僕の前の相方の鶴久光大を呼んで、コーディーさんね、はい、トークしましょうという企画で、そうですね、朝11時から撮影決まってたんですけども、はい、現在12時35分なんともうこの時点で1時間半の遅刻をしておりますで、はい、1時間半経った今住所送ってください。これどうですか、新アシスタントから見た元相方は。ね、これは、はい、解散して正解でございます。ぶった切った。切れ味抜群でございます。無理。無理だけど面白いっていうのがある。あ、ね、あ、いいこと言いますね、うん、そうなんですよ。そうなんですよ。全部許すことが芸人っていうのは必要だと思ってるんですよ。はいはいはい、ね、全部の悪いこと、はいはい、ただ殺人以外はね、はいはいはい、殺人以外は全部許しちゃった方が面白いっつって、はいはいはい、でも それを28だっけ今タッグちゃんって。僕28です。無理です、多分許すのそこはもうブチ切れちゃうというか、はいはいはい、あ、一緒にやっていくのは厳しいと思うんだけど、俺からするともうその辺は面白いやつだなと思っちゃう。エピソードにもできるしね。僕意外と遅刻は別に何でもいいんですけど。あ、本当。自分が遅刻される分には特に。そんな5時間とか待たされたらそっか5時間はないな。5時間を切ります。今日もこれを前倒して今撮ってるわけじゃない。そうですそうです。その後来られるゲストの方の時間も2時間ぐらいずらして大遅延するわけですよ。いろんなものが。で、僕6時から別の予定もあるんです。6時から6時から。あー、やばいじゃん。よくでもそんな感じいられるね。あ、やっぱ、もうすごいな。どうにかもう遅刻は確定してるから変わらない事実じゃないですか、うん、それはな。どうしようみたいな、うん、まあ、あります。でも来たら本当ぶん殴ろうと思う。いや、俺はだからこれぶっちゃけ楽しみなんですけども、はいはいはい、なんでそうなっちゃったのかみたいなのもね、あ、ちょっと聞きたいしね。多分公開されますわ。次のですね、行きましょうか。はいはいはい、太陽フレア行きます。お、太陽フレアね、なんか結構今ちょっと言ってますよね。太陽フレアっていうのがですね、11日気象庁が発表しました、はい、地球の磁場である地磁気です、うん、の大きな乱れ、はい、磁気嵐を観測したことを発表しました、はい、ここ数日間報告されている太陽の表面で起こる大規模な爆破現象、太陽フレアが原因と見られます、はい、人工衛星衛星利用測位システム GPS にも障害が起きる懸念がある。11日夜、岩手、北海道、石川などで太陽フレアの影響と見られるオーロラのような現象を観測。はい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 、それ見たね、うん、で光が長時間出たね、山頂だと山の、はいはいはい、世界各地でも10日までのオーロラが報告されていますと、うん、いうことですね。うわ、なんか情報通信研究機構というところが、はいはい、8日から11日あ一番いいところに来上がるんだあいつは本当に。ちょっと反応言いますか。これ到着したのが多分鶴久光大なの、ね、うん、そうだよね。で鶴久光大初対面ですよね。ああ、初対面初対面初対面。ちょっとぶった切ってください。ちょっとここで出しちゃう、ここで出しちゃう。ちょっとやってみます。ガチギちょっと怒んのか俺が。いけます。向こう的に大丈夫なのかな。大丈夫本当。大丈夫本当。大丈夫です。分かった。じゃあそれで、うん、行こう。ちょっと一旦撮影中断でって、だから回してないことにしましょう。なるほど、はい、分かった分かった。ちょっとつかみます。いや分かった、笑わないでください。俺いやこれね、分かった。止めてよ、タッコちゃん止めてよ、最後のドッキリみたいな。すいません、お疲れっす。ちょっとこれ、今止めてるの。あ、すいません。ガンジー横坂と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやね、もうそういう人だからね。すいません、申し訳ないです。いや、ちょっと遅刻しすぎやった。遅すぎや。いや、もう本当に。いやいや。まあでも、あれだよね。じゃあ、僕がね、まあ、ぶっちゃけその、光大さんを、はい、まあ、知りたいっていうのもあって。はい、で、まあ、過去動画とか、はい、結構見させてもらって、はい、すごい面白い方だなと思ってたんですけど、はい、もう
なんだろう、本当に度が過ぎた人だなっていう感じではあるけども、なんかよくやってたなっていうかさ、うん、いやでもこの解散の経緯とかさ聞きたかったんですけど、はい、うん、なんかまあ本当に何考えてんのかなみたいな、いやいや分かんない、俺も芸人なんでね、あの本当にどういうことなのかみたいな理由なんでしたっけ、タッコさんこれ今日ですか、うん、今日時間ちょっと勘違いです、勘違いか、すいません、面白いです、なるほど、すいません、なんかじゃちょっとなんか僕楽しみにしてたからさ、はい、ちょっと回れないな、すいません、すいません、本当に失礼です、すいません、レコードかけるか、レコードどこに住んでたの、僕ですか、ちゃう、違う違う、コーディーさん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 どこに住んでる、知らん、ひどいなこれ、これはいい、誰も怒ってない、誰も怒ってない、ごめんなさい、俺もさ、俺まだ分からない、まだ分からない、何も分かってない、まだ前倒しで、ちょっと別の企画を今撮ってて、はい、その間に来たから、はい、ちょっとブチ切れドッキリやるみたいな、はい、ちょっとブチ切れるよみたいな、変な俺も初対面だから、タクちゃんだから、あどっちめっちゃ怖かった、めっちゃ怖かった怖い、あそう、あそう意外といけたんだこれね、めちゃくちゃ怖かった、絶対バレてる、もちろんね笑わないようにっていうのはもう入れてたんだけど、あもう全然分かんなかった、あ本当に、あ本当バンってやった時、うん、その怒りと、うん、面白くしなきゃが混ざったイカれた変人がこうし出したからマジで怖いって、イカれた変人、イカれた変人ね、こんなこと言って申し訳ないけど、よくあるよね、もうよくあるじゃんドッキリ、狭間が分かってない、なるほどなるほど、もう結構だから高大さん的にはもう結構あやばいみたいな感じで来た、いやめちゃくちゃ面白いです、あもう全然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 、もうトータル面白い方だと思ってるんで私は、いやいやそうですよ、だからもうちょっとこの後、うん、はい、1時間にわたって、うん、もう今ニュースねもうやりましたけど、やりました、やっちゃったね、ちょっと最後太陽フレアだけどうか、太陽フレアだけね、太陽フレアだけどうしたいか興味あるから太陽フレアで、ね、太陽フレアだけどうしたいか聞く、太陽フレアはもう太陽側に寄せるしかない、地球側がっていうことです、うん、だそうです、わかる、小谷さん感情がまだ追いついてない、すいませんすいません、地球側が寄せるべきだ、寄せるべきだ、もう太陽に合わせないと、もう太陽っていずれなくなるでしょ、もう、あそうですか、なくなります、あと130億年後には、あもうそういうふうにできてる、そうそう、そういうふうにできてる、でも130億年後ね、うん、あその時のことも考えてるってこと、そうです、そうです、130億年後の未来、そう未来を、だからどうにか避けるんじゃなくて近づいていけばいいんじゃない、近づいていけばいいんじゃない、なるほど、いずれね、はい、だ太陽に侵食されてもいい、もうもはや、うん、太陽に住めるような、世の中になってほしいなと、おお、太陽に住めるような世の中になってということで、うん、皆さんも太陽フレアに備えるようにしてくださいね、非常用の電池とか用意するようにしてくださいということでございました、こう面白いですね、これ面白い、いいですね、これ、うん、今日初の試みで、なるほど、はい、でそれをちょっとまた今月下半期のねニュースをまた松頃やりたいと思います、はい、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、というわけで、一旦今日の動画は以上でございますけど、はい、なんか告知ありますか、皆さん、これから仕事に行く方、学校に行く方頑張ってくださいねありがとうございました、この後ツルフ膨大登場ということです、そういうことですね、はい、ちょっといろいろ何があ2人の歴史というか聞きできたい、はい、はい、で同時にですねちょっとあのクズグランプリっていうのが、ああそう、それをそう、なるほど、うん、どっちがクズなんだみたいな、はい、みたいな感じ、はい、わ、かりました、実はタックが一番クズかもしれない、いやそれはあるな、ワンチャンありますよいやいや、もうワンチャンどころじゃない3、4ちゃん3、4ちゃんなんなら2桁いきますから
ちょっとその辺もねほりはほり。そうですね。クズグランプリ。はい、いろんなクズが登場します。お願いします。はい、ぜひ最後までご覧ください。ということで今日の動画でした。ありがとうございました。ありがとうございました。